どうも、こんばんは、武田です。いや、来ましたね。来てしまいましたね。この時が。優勝ですよ。とうとう。すっごいことですね、これは。まあ、昼間はちょっと優勝できませんでしたけど、かなり実りのある試合が続いたんで、まあ、あとはもう収穫していくだけですね。その実りを。種はまき終えました。いけます。一勝できたんか。昼間はね、なんと、前人未到の一勝しましたね。それ以外は全部負けましたけど。これはでもすごいことやね。偉業やね。60年ぶりの一勝。明らかにこう失点も少なくなってる。成長著しいな。我々。まあ、もうそろそろ、今世紀が終わろうとしてるけど。2086年。まあでもね、ヒデが言うてたからね、50年、100年後につながるサッカーをしていかなきゃいけない。そういうことやね。数十年、20年、30年、40年でうだうだ言ってはいけないということよ。中田のヒデが言うてたから、100年計画で物事を考えていかなあかん。長期的な視野。ということで、2086年、ワールドカップ開催。なんと、ガンバ大阪、本戦出場、決定しました。これはすごいことですね。まずこの本戦に出場するだけですごいことやからな、まず。俺が今日昼間買ったウェールズなんて、今年のワールドカップ60年ぶりに出るらしいから。そう考えたらこれ連続で出場してるガンバ大阪はどれだけすごいことか。2086年、ワールドカップ。アジア予選では無双してるんか。アジア予選ではやばい。今年のガンバはやばいぞと。常々言われてる。よ、コップになってんで。え?ワールドカップになっとる。ワールドカップね。間違いないように。中国にボコボコにされたやん。いや、中国は、やっぱりもう人口の多さを、こう、活かしてるわ。とんでもない。やっぱ、あれだけの人口の多さがあれば、2086年になれば、もうそれはサッカー大国と言って差し支えないぐらいのレベルの高さにはいる。だからこう2022年基準で物事を考えないように俺は願いたいね、皆さんに。2086年やから。もうここの人間全員死んでるから。申し訳ないけど。とんでもないね。サッカー力が。ほんまに。とんでもないね。ということで、ガンバ大阪、来ました。ガンバ大阪がまたやってきた。運命のグループ分け。ボン。ドイツ、ガンバ大阪、カナダ、オランダ。しまいですね、これは。とんでもない死のグループに入ってしまった。唯一勝てる見込みがあるのはカナダ、オランダ、そしてドイツ。なんてことだ。ドイツは初めてちゃうか?戦うの。たぎる。いや、でも、マジで昼間成長著しかったから、
これいけるよ。これいけるよ。ほんまに。ドイツやばいで。ドイツやばいな。世界最強ドイツ。とりあえず戦術ね。フォーメーション、フォーメーション見つけたから。何やったっけ ?433 や。433の攻撃的フォーメーション。そして、左に、いや、左武田じゃなくていいんじゃないか?トップ武田にしよう、やっぱ。俺は中央にボール集めたい。そういうサッカーがしたいから。トップ武田。そして、シルバが足速いな。足84や。シルバ右、ライトウィング。そして、左、宇佐美。これでいこう。な。77、99、84。これでいきたい。そして、トップ下をどうするか。トップ下をどうするかやねんな。トップ下、メシノでいく?サブでパトリック入れてくれ。サブね。4123型の433にしてくれたけど、どういうことや、それは。メシノかな、やっぱな。メシノでいくか。宇佐美トップ下で左に誰か入れる。そうするか。宇佐美トップ下で左に足の速いやつ入れるか。まあ、足速いっつっても、正直、背比べやから、まあ、メシの左でいいんかな。で、パトをサブ。パトサブ。で、タカオ。藤原。じゃあ、藤原。で、ダッフォンを、ジョセソング。勝ったね。勝ったね。福田早いぞ。嘘。福田、67やで。そんな早ないわ、この子。あお!あ、やばいやばい。小野瀬ベンチ。小野瀬ね。しゃ!マジで勝利します。昼間一勝したからな。ガチで。これガチやねんけど、皆さん。俺昼間一勝してん。えぐくないか。マジであるぞ。ほんまにある。オランダ。来い。来い!相手からボールを奪いましょう。ちょっと待って、ちょっとだけやらせてくれ。おいー。ジョッキーっての覚えたからな、俺。おいー、俺ジョッキーっての覚えたから。相手に近づいて、相手にダッシュで近づいて、ジョッキーで、おい、よっしゃ、いける。スタジアムはすでに熱狂の渦に包まれています。包まれております。サッカーファン待望の時間がやってきました。やってきましたね。ヨハンクライフアレーナからお届けします。全国のサッカーファンの皆さん、こんばんは。ファルコン武田です。今宵、皆様を、世界最高のサッカー国、日本、ガンバ大阪のサッカーを見せてあげましょう。天気は晴れ、ピッチコンディションに恵まれた今日のゲームです。任してくれ。今日は西岡明彦、解説にはおなじみ福西崇史さんもお迎えしています。グループステージの福西さんまだいるやん。オランダがガンバ大阪と戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日もあのね、俺もわかったからね、ほんまにわかったから。日本のサッカーはパスサッカー。そう。そう。タックルでボールがこぼれました。守備しっかりね。サイドにスペース。守備しっかりね。守備しっかり。大丈夫大丈夫。守備しっかり。いいボールを送りたい。ここでフィニッシュか。一度クリアしたい状況ですが。オッケーオッケーオッケー。守備しっかりね。ここからどうするのか。オッケーオッケー、ボール取った。取りに来ました。そう。今のは先制ゴールかと思われたシーンでしたね。
ゴールキーパーのファイン。何してんねんお前、トラップミスすんなよ。パスを出した先は相手の選手。オッケーオッケー。注目のメンフィスデパイ。マジでね、立ち上がり俺ガバガバやから。ですよね。くそ。やっぱオランダね、守備硬すぎんねんこいつら。ゴール前マジで硬い。期待も高まります。これはナイスカット、ナイスカット、チームを救いました。いいよ、ほいほい。あー高い、この人マジで高い。何やったっけ、オランダの世界最高のディフェンダー、あの背高い人いるでしょ真ん中の、あの人やばいらしい、バロンドールに選ばれたディフェンダー、わかる、中継ぎで MVP 選ばれるみたいなもん、野球で言うとすごいよ。メンフィスデパイ、よいしょ。さあ上げたい、ほっほっ、デパイ、あぶなー、これはキーパーのスーパーセーブ、あぶねー、あぶない、あぶない、朝尾レベルやな、せやな、あれをよく止めましたね、バロンドール、とっさに体が反応した、おっしゃし、ミス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 、それにしても大したものです。ディフェンスはちょっとほんま形になってきてるからな、ディフェンス、ディフェンスよ、よし、一回誰もおらないと戻そう。ガンバ大阪ですが、J2 から昇格後に即優勝を成し遂げています。マジかよ、 J2 のお客さんが増えたんですよね、すごいやん、みんなが見たくなるような強いチームでした、みんなが見たくなるような強いチームでしたやって、過去形や、1点リードにできるか、あー、スーパーセーブを見せました、ピンチを出しています。くっそー、あれを止めますか、いい反応でしたね、キーパーが惜しいよ。エリア内へ向かう。うわっ、あ、このボールはキーパーが抑えます。今のが決められないガンバ大阪の決定力のなさ、ここを今日は改善していかなきゃ優勝はない。ダンフリース、ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム、ヘアルヒーのワイアルドルム、こっち来ると思ってたぞ。ここでかわしました、大丈夫、サイドは怖くない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 、何してんねん東口くん、何してんねん東口くん、先制点ゲット、取れたやろ、入れ爪エグいなこいつ、取れたやろ、今のはちょっとひどいな。このクロスの先には味方がいます、そして最後はうまく頭で合わせました。え、なんでなんでなんで、何今の、何え、何それ、女子小学生みたいな、どうしたの、嘘やろ、東口くん、もう限界なんか、いや今のはちょっとあかんな、たまにあんねんなキーパーが。ガンバ大阪の攻撃です。だっそ、マジディフェンス硬いわ、あのなや、あの人やばいわ、やっぱ朝尾、サッカー界の朝尾、よし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 、ファンダイク、ファンダイクエグいって、よしよしよし、宇佐美貴史、よし来た、ガンバ狙い通り、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。ああ、もう届かない、デリフトがカットします、届かない、ホームチームがなかなかボールを、いい感じのな、スルーパスできてんけどな、意図してやっているなら問題はないでしょう。要は勝てばいいんです。おお、おおおお、すごい大きいスルーパス。ここはクロスのチャンス。ライスジョルジニオ・ワイナルド。オッケーだったー。よし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 、行け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 。さあ一気に仕掛けるか。痛い。痛て。よっしゃ、ファールファールファール。審判がファールのホイッスル。
何してんねんお前、おアホか、何でお前相手にすぐボール渡すねん、スパイかあいつ。メンフィスデパイ、待てよ、何を狙うのか。よしよし、これはナイスカット、窮地を出しました。よしよし、クリアクリア、うん、あーくそ、でもな、守れてるよ、守れてる守れてる、ジョルジニオ、ワイナルドゥム、守れてる守れてる、チャンスにできるか。よっしゃー、ここでうまく対処します。守備よく見えています。よし来た、ドリブルでボールを前へ、あはははははは、大きく外れています。おそらくコースを狙ったと思うんですが、コントロールが効いていませんね。そう、左、右利きやからあれやねんな、やっぱ左キック力弱いなこれ、ファルフォン。ステファン・デフライ、今のは決めたかったで。メンフィス・デパイ、ボールはクラーセンへ、これは絶妙なスパス、あやばい、東口くん何とかして、試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。まあ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 、いいよいいよいいよ、これで2点差、全然いい全然いい全然いい、この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。あの2対0ってサッカーで最も危険なスコアって言われてるらしい、タイムが1分、意味がわからんけど言われてるらしいよ皆さんな。ファルファン、よしよしよし、レフリーの笛が鳴って前半終了、スコアは2対0、まあ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 、ゲームは、はいや正直でもさ、東口くんのあのわけわからん、何あの手のひら見せるだけの。ここヨハンクライフアレーナでは後半戦が始まります。最も危険なスコアやからね。ベグホルストに渡ったデイビー・クラーセン、ボールはクラーセンへ、守ろ守ろ守ろ、クラーセン、守ろ守ろ守ろ、守ってこ守ってこ、サイドは全然いい、サイドは全然いい、オッケーオッケーオッケー、キャッチできません、なんでキャッチせんねん、東口くん調子悪いな。でインターセプト、チャンスになるか、よしよしよし、切り替えてこ、あそこでシュートの判断はありだと思いますが、よし、せめて枠に飛ばして欲しかったですね。よし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 、何そのちょん、ガンバが攻めに出ます。オッケー、マイボン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 、ここでスローイン、マイボンマイボンマイボン、オッケー、中出して、宇佐美隆史、サイドチェンジ、あーくそ、まあまあええまあ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 、いや攻めてるよオランダ相手に、オランダ相手に攻めてるよ。ここは庄司がうまく読んだ、おい庄司、相手も苦しいなこれ、ヘオルヒニオ、ワイナルドゥム、相手も苦しいで、メンフィスデパイ、クロスを狙ってくるか、相手苦しいで多分、デパイ、相手苦しいで、オッケーオッケーオッケー、ほら相手苦しい苦しい、よしよしよし、でしたがキーパーが一歩早かったか、だいぶ攻めづらい感は出てるな、よいしょよし、自分たちのサッカーできてない感が出てるわ。おっとインターセプト、くそ、取れ、これ後ろ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 、前行ったが突っ込んだが突っ込んだが突っ込んだが、下やなこれ、味方を使います、これはポーズ、いやよし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 、ボールをクリアしました、あーくそ、今取れたら1点やってんけどな、枠に阻まれました、よいしょ、相手に渡したかのようなパス、これはいけません、よし、ゆっくり行こう、自分たちのサッカーしよう、マジで駐車場、自分たちのサッカーしよう、藤原弘樹、走れ、待って、ガンバ大阪の攻撃です、そう後ろに渡して、そう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 、詰め将棋みたいにゆっくりゆっくり、相手に押し込まれている状況が続いています、そう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 、
何かしてきそうですが、いいよ。このシュートはブロックされました。こういうことやな。じり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 ライン上げてって最後はシュートで終わる。で相手に触れたらコーナーキックになれると。中を狙うか。ディフェンダーがクリアしました。まだ攻撃の時間は続くからな、これな。正次元。くそ。いいタックルです。補欠させられた。メンフィスデパイ。カウンターのチャンス。ここは決めたい。はい、オフサイド、オフサイド。パスが味方に出る。苦しいぞ。相手苦しい。相手相当苦しい。いいパスです。視野が広い。よし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 。よしよしよし。これはオフサイド。セットプレーでさ、ね、点取れる気せえへんねんけど。コーナーキックってあれ。どうやらベンチに動きがあるようです。意味なくないか。あれどうすんねんあれ。ああもう。ファンダイク。ファンダイクが強すぎる。やばいあいつ。背高いし、俊敏やし。ドニエル・マレン。体入れて、体入れて。ワイナルでゴール前で振り切った。あぶねえ。まだ攻撃が続きそうです。あぶねえ。よしよし。ワイナルでワイナルで。ここしっかりな。オッケーオッケーオッケー。ここはキーパーが飛びついて守ります。高さで負けてる。マジ？しかしあのシュートを待て。ここね。武田はパトリックを中央に。止めるとは思いませんでした。攻撃的布陣。キーパーがいい仕事をしましたね。よし。よっしゃ。このカットは大きい。しっかりと奪いました。ここで武田監督動く。ヘオルヒニオ・ワイナルドゥム。デパイに渡った。いや俺はピッチに出てるから。これ監督誰やってんのやろ。2086年の日本代表の監督誰やと思う。敵陣へボールを運ぶ。ライン際でボールに松木安太郎は128歳やからさすがに無理やと思うね。危ない危ない危ない。オッケーオッケーオッケー。キーパーが見事に対処しました。思い切りが良かったんですかね。スーパーセーブでチームを救いました。ここで新しい選手が最高のボールが出た。執念のディフェンスです。ダイビングヘッドでゴール。まあまあまあ映像が来ました。いつも言ってるけど点入れられて下向くのはやめよ。そしてうまくヘッドを合わせました。冷静なフィニッシュです。俺らプロやから。この展開を誰が予想したでしょうか。黙るのやめよ。点入れられて、そのふてくされて、小学生じゃないんやからな。まだ前を見てやっていこう。自分たちのサッカーやろう。自分たちのサッカー何かわかるか。まだ60年だって見つけれてないけど、自分たちのサッカー見つけていこう。パトリック、シュセジョン。よし、クロスを出せるか。あーくそ。デリフトがカットします。顔上げよう、みんな顔上げよう。ピッチに立ってる以上は。さあカウンターのチャンス。下を向いちゃいけない。いいパスが通りました。ボールを大事に、ね、後ろ後ろで後ろ後ろで後ろ後ろで距離感かん距離感大事に距離感大事に距離感大事に。いいボールが出ました。後ろ後ろ。オッケー。見事なコントロール。最後まで容赦しませんね。これが力の差でしょうか。まあ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 。チームはグループステージの初戦も落としてしまいました。厳しい結果になってしまいましたね。確かに点差だけ見たら4対0サッカーのスコアにしてはかなり大差やったけど、なかなか次につながる戦いであった。行こう。実りはあった。カナダやな。まだちょっとあれやな、この自分たちのこのフォーメーションが決まりきってないな。どうやればいいんや。やっぱあれか、541ワントップ武田か。結局これなんか。俺はこの形が一番いいんかな。
541トップ武田。守備カウンターでいけ。守備カウンターな。勝った試合を思い出してみないか。初日、俺は、スウェーデンかなくどっかに3対1で勝って、3点も得点入れれて、それは541、武田の、フライスルーからの武田アタックやね。これしかないんか、やっぱ。俺たちのサッカー。我々のサッカー。高尾。ここは斉藤を誰に変えたわんや、これ。CB ってやつか？三浦か？やっぱ点取られようにせんと。せやんな。点取られないようにしよう。一応あれやで、もう一人の武田いるんやけど。クソ弱い。総合値59。もう一人の武田もいる。これでいこう！武田、メシの、宇佐美。よし！で、戦術。リトリート、深さ70。これやんで。これやんで。指示、武田。裏に抜ける。これしかねえ。これしかねえんだ。宇佐美そこ厳しい。嘘。ほらあかん？宇佐美。なんで？宇佐美後ろすぎひんか？メシのと変える？これで行く？宇佐美サイドの方がええか？シルバーと宇佐美変えるか？じゃあメシの。その選手ディフェンス陣のみだで。何が？あんま難しいこと言わんといて。その、一応86年までやってるけど。そ難しいこと言わんといてくれへん。何が？リトリードじゃなくてプレスにせえへんか？プレス？ディフェンスライン高いと裏抜けされまくるぞ。何が？難しいわ、なんか。わかった、じゃあ、50にするわ！倉田にしよう。どこ？メシの倉田？メシの倉田の方がええか？オッケー。よーし！日本は昔早いリスタートからのセットプレイっていう古速な手でしか得点入れられなかった。なんでな？日本弱いん。ウォー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 。でもこの BGM 聞いたらなんか無敵感出るわ。俺らって強いんやなって。錯覚できる。やれる。やれるで。試合開始を前にしたスタジアムには独特の雰囲気が漂い始めました。独特の雰囲気が漂い始めました。見てくれ、観客席のファンたちを、ガンバ大阪を全員応援してる。ガンバ大阪がカナダと戦います。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。よし、ドリブルでの持ち込み、よしよしよし、よーし、うまい！出た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 ！ボールを運んでいます。どこ蹴ってんねん。ここで止まりました。今の苦しかったな、ちょっと。今の苦しかったわ。わかった。今の相手のディフェンス覚えとこう。今のもうどこもパスコースなかった。オッケー！ナイスディフェンス！ナイスディフェンス！危険な位置です。大丈夫、サイドは全然怖くない。サイドは全然怖くない。で、CPU に任せて、さあ上げたい、埋めて、そう！ディフェンダーがうまく読んでいました。読んでたね、今。これよ。これが守備的サッカー。あ、攻撃時はそんな走らんでええねん。初心者悪動画変えてた。ゴールを狙う。シュートはディフェンスに当たりました。おら！東口がしっかり止めました。このパスは簡単にカットされました。痛い！よし。ここは庄司がうまく読んだ。よいしょ。オッケーオッケーオッケー。一回ゆっくり回してな。一回。武田。ファルファン。ファルファン。からの。そう！
ここからどうするのか。こっから入れ。キーパーが飛びついた。鮮やかなセーブ。いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん、いいんじゃん。今のね、今のね、今のね。今のね。もうこっからでも入れてやろうって。コース最高やったんじゃんか、これ。くー、まいねんて。あれ取られるからな。このコーナーは誰に決めた？うら、ガッソ、背が足りひん。キーパーが簡単に抑えました。くそ。よし、よし、ゆっくりゆっくり。いいパスが出ました。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。狙った。うますぎる。これは見事なボレー。うますぎる。何こいつ。嘘やろ。見たか。今これもう MVP 級のリプレイが出ます。狙いすました。いいクロスですね。至近距離でうまく合わせてフィニッシュ。ブシュー。気持ちいいやろな。気持ちいいやろな。あのサッカーできたら。まあまあ、1点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 。今のはまあ、事故みたいなもんやね。切り替えていこう。これがセンタリングや。これがセンタリングね。よし。裏へのいいボールです。あー、よかったのに、今のー。さあ、どうなる。今、お前。最高の。脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。日本中が湧き上がったぞ、今の。これは反応したキーパーを褒めた方がいいですね。キーパー硬すぎるて。仕掛けてきました。チャンスになりそうです。あー、東口くん、ナイス。セーブ。これはすごい。いやー、ファインプレーですね。コーナーから中へ。よいしょ。もうボンボン、あの、ほんまシュートしていこう。シュート打っていこう。クロスだ。マイナスのボール。ここで追加点。これでええよ、ええよ、ええよ。もうどん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 攻撃していこう。あれやな、これ一応守備型の陣形やねんけどな。全然守備できてないな。これに守備できてやった方がいいんかな、やっぱ。サイドチェンジです。このデイビッドってこれすごい有名選手。すごいな、あの人。よし。ボールを前に運んでいます。あ、くそ。攻めきれませんね。ボールは相手に渡りました。有名や、バイエルン最強選手や。ボールに触っていませんね。まあポゼッションが全てではない。リトリートしすぎてスペースができてる。なんかさっきよりスペースできてるよな。勝てばいいんです。相手選手がフリーになる場面が多い気がする。ボールがこぼれた。よいしょ。それとも相手選手のあれかな。相手チームの陣形にと相性が悪いんか。ナイス。このパスはカットされました。オッケー、オッケー。ここはカウンターのチャンス。バカ。もうちょっと強めに打ったらいけたのに。絶対自らボールを持ち込んでいきます。やば、あいつ足技。何を狙うのか。さあどうする。大丈夫、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 大丈夫。恐れよ。東口がしっかり止めました。 OKOKOK、 よし。入って、入って、入って。パスは通さない。あー、パス通らん。あれやめよう。無茶しやんとこ。これは CPU に任せて、こいつ真ん中をこれは決めたい。締める。キーパー驚異的な反応で。2100年まで無理ちゃうか。あの至近距離からのシュートによく反応しましたよね。何が。キーパーはよく集中できているようです。いけるやろ。これは大きく外れました。現実問題、2100年頃の日本サッカーやったらどうやねんろな。あれやろ、 J リーグ連盟は2050年までにワールドカップ優勝を狙ってるらしいけど。でもさ、日本人って結構海外の有名どころにさ、それこそプレミアリーグとかにさ移籍したりしてるやん。相手ボールのスローインです。
ニュースだけ見てたらめっちゃ強そうやのにな。ケネディ、サイル・ラリン、抑えろ。アルフォンソ、バイエルン最強選手抑えろ。 OK、 うまく読んでいましたね。よしよし、無茶せずに。これで1分アディショナルタイムが追加されます。よし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 、まあ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 いいかな。スコアは相対的には上がってきてるんじゃないですか。やっぱ上がってきだって有名選手も多いのにな。こんなちっちゃい島国であんなに海外に有名選手輩出するとこなんてないやろ。あんのか。後半戦キックオフ。さあ後半戦、武田が動かしてるディフェンスがどっか行くから、その分相手の誰かが一人フリーになる。なるほど。俺は極力俺が動かすディフェンスは詰めたらあかんでことやね。中にスペースがあります。よいしょ。ここからどうするのか。ポゼッションは相手チームに。得点のチャンス。大丈夫大丈夫。このボールは止めただけ。危ない危ない。パンチ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 。キーパーがボールを弾き出しました。空中戦や。すごい空中戦や。この笛が鳴りました。オフサイドでした。オッケーオッケー。よし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 。インターセプトします。いいよ。何かしてきそうですが。いいよ。いいよ。ここしかない。オッケー。うまいなあ、もう。ここでさらに追加点。ついに3点差です。俺計何時間やってんのこれ。3日間で FIFA 12時間ぐらいやってんのに、俺初日の方が上手くなった。誰か言ってくれ。いやそんなことないって。多少は向上しているぞ武田。ガンバが消滅しちまうこのままじゃ。よいしょ。藤原弘樹。よしよしよし。主戦場。よし。ここで。あ、くそ。取れ。どこでスライディングしてんの。前に突っ込まない。ドリブルで持ち込んでいます。前に突っ込まない。ここはクロスのチャンス。オッケー。このボールはクリア。今ならカウンターで数的優位を作れそうです。そう。なあ、うまくボールを奪った。オッケー。ボールはどちらに。痛い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 。体幹が弱い。体幹が弱い。サイル・ラリン。前に突っ込まない。陣形を崩さない。前に突っ込まず陣形をつ。オソリオ。一回ゴールに戻す。バカ。振り抜いた。危ない。このシュートは阻止されました。ドリブルで運びます。よっしゃー。ディフェンス、ナイスディフェンス。こういうのは覚えてんけどな。よく見えています。あー、出たよ。オフサイド出たよ。狙いは良かったと思いますが、パスを出すタイミングが遅れましたね。ちょっと遅かった今の。いい、いやあれやってんけどな。オソリオ。ロブパスで裏を狙います。よし。おっと、ここはオフサイド。オフサイドね。どうやら選手の交代があるようです。1点入れよう。攻めパスが多すぎる。せやな、もうちょっと難しく考えすぎやねんな。主戦場。とりあえずパスボタン押したら大概通るから。前でボールを取り返しました。よしよし。ボールをドリブルで運んでいます。よし、オッケー。チャンスにできるか。よし。ああ、くそ、今のパスしたら中にパスできてたら。やばい、フリーなっとるぞお前。フリーなっとる。
東口君、危ねえ。チームのピンチを見事に救いましたね。しっかり守れ。このコーナーは誰に蹴るか、これはあるか。オッケー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 。この選手が勢い貢献できなかった武田、何がやねん。ここまでは目立たない印象です。連携の問題があるかもしれませんが、おい、ついにチャンスを作ることですね。そのためにはいい場所でプレーに絡むこと。翔太表したな。今ビハインドの状況ですから。今までなんかチク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 アナウンサーと福西は辛辣なこと言ってたけど、あいつら名指しで何をしてくるのか。抜いた、周りを確認したい。入った、ゴール。この選手はこれで今日2得点。やばい、これで2090年ってお前力の差が出てしまっています。想像できへんねんけど、2090年ってお前つきました。ここからチャンスを伺います。どんな未来かすらわからん。出てるやろ今の。ラインを割ってゴールキックに変わります。もうすぐドラえもんや。このミスは痛い。これや、今のや。あのふぬけたパスやめよう。気抜いた、こっちがボール持ってるから言うてな。クリアしきれません。打つか、痛い。ブロックしました。だ、危ない。しっかり止めました。このままで100年で一緒なのじゃ。コーナーキックが入ります。オッケー、オッケー。おお、ナイス、ナイスディフェンダー。今のは危険でしたね。ゴールライン際でクリアしました。くっそー。アティバ・ハッチンソン、アティバ・ハッチンソン。よし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 。このシュートは枠に飛びませんでした。マーク外れてるフリーの味方にパスして繋いでいく。せやな。もうほんまその単純なことよ。マークされてないやつに、フリーのやつにパスを渡していけば、絶対にボールは、相手の陣地まで行けるんやから。すごく簡単なことやんか。これで2分アディショナルタイムが追加されます。ここはレフリーがアドバンテージを見ています。よし。ここでパスカット。それ今もうマークされてるやつやから、あかんねん。オッケーオッケーオッケー。ここで試合終了のホイッスル。ホームチームにとっては悔しい。まあまあまあ、ちょっと悔しい敗戦ではあったが、でもまあまあ、あれかな、とりあえずあれやね、負けは認めよう。2086年はで、2090年4年後があるから。ゴール前は強い国はワンタッチが多い。せやな。ワンタッチが多いね。それは、そうやね。毎大会出場もすごいチームやけど、すごいで。ほんま、そこはほんますごいと思う。2090年。ワールドカップ。ガンバ大阪。本戦出場。決定いたしました。これはすごいことです。これはね、すごいことですよ。今大会こそやってやる。おめでとうございます。ありがとうございます。これやるしかない。本当に予選突破してますか？だから僕たちはここにいる。だからガンバ大阪はここにいる。クラブチームで一番強いとこってどこなんこれ？ガンバなんか？ガンバが星3でマックスか？やっぱ。横浜 F マリノスとか聞いたことあるな。これあれやっけ？キングカズいるとこやったっけ？キングカズどこやったっけ？レッズやっけ？まあええわ。ガンバ大阪。運命のグループ。
川崎フロンターレ。川崎フロンターレか。ストップ！ガンバ大阪、ルーマニア、オランダ、オーストリア、オランダ多いな。なんかオランダばっかり来る。なんで？もうオランダ強いねんて。オランダ強いねんてよ。もう、オランダ、ええて。フォーメーションなんやろ？もうフォーメーションとかの問題じゃないんかな？何がええんやろ？わからへんようになってきた、もう。ファイブバックにして守備を安定させませんか？ 5-4-1 やろ？ワントップ。3-4-3 でいこう。3-4-3。今日一勝したのは3-4-3ダイヤモンドやね。これや。結局これやわ。見つけたわ。皆さん。失ってたものを。俺はこれやったんや。で、武田はサイドの方がいい。で、パトリックが頭で入れる。これやね。で、トップ下が宇佐美。トップ下宇佐美。LB が、藤原、高尾が、LB でどこ守んの？ここやんな。んで、宇佐美、この子が、ジュセソング。ポストプレイ覚えてくれ。オッケー、ポストプレイ覚えよう。ポストプレイって、だから要はあれやろ。もう、パトリックに向けて、いい感じのボール蹴って、パトリックが頭で決めりゃええってことやろ。要は。3でも4でも取られたら試合になりませんよ。いや、ほんまにそれですよ。ほんまにそれですわ。メッシのどこに入れるかな？メッシのイリアンでいいか。オッケー。おし、これでいこう。パトリック、タッパーどれぐらいや？パトリック、タッパーどれや？わからへん。まあ、背でかいんちゃう？多分、顔的に。おそらく。これでいいんじゃないか？なかなか。ライトバック、高尾。レフトバック、藤原。で、ええよな。一応、武田はライトウィングやねんけど、左の方がええらしいわ。柱に当てたら、帰ってくるやろ。その柱の役目やで。パトリックは柱の役目なんか。サイドから高いパス出してヘディングし、仲間にパス。その仲間が決める。なるほどな。だから、武田が左から切り込んでって、パトリックにパス、ヘディングでトップ下の宇佐美にパス、で、宇佐美が決める。これやね。これやね。セルジオ144歳。マジか。144歳か。やばいね。そろそろまずいな。でもまだ都内で一人暮らししてるらしいから。何これ。超守備的。大丈夫や。よーし！これで行きましょう。任してくれ。マジで勝つわ。ほんまに。マジで勝つ。マジで勝つから。こんなに決まるのに。練習じゃ。練習じゃこんなに決まるのに。え？よし。熱戦を前に。とにかく浮き玉使ったが、クロスも FIFA22 は浮き玉じゃなく低いやつの方がいい。低いやつってどうやって打つんやったっけ？四角に二度押しやっけ？2090年、ワールドカップ。今日は俺たちは、ピッチに立っていた。パナソニックスタジアム吹田で試合が行われます。60年前に一度決勝グループに行って以来、我々は決勝グループに行っていない。今年こそ日本中の期待を背負い、このパナソニック吹田スタジアムに俺たちは降臨。オランダとはライバルとも言っていい関係。
いいよいいよ。ええよええよ。ええよええよ。サポートの選手がいます。ええよええよ。裏を狙う。よく見えています。オッケー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 。オッケー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 。オッケーオッケー、ええよええよええよ。ようやくピンチを脱しました。サポート。ああ、今そこ抜けたら、武田ブーストで。声援が上がっています。ドニエル・マレン。見てたよ。メンフィス・デパイ。デパイに絶好のチャンス。オッケーオッケーオッケー、危ない危ない危ない。キーパーのダイビングセーブ。これはすごい。いやー、ファインプレーですね。大事な一戦しっかりね。いや、しっかりしよう。よし。なんでクラブチームでワールドカップなんですか？なんか国として独立したらしい。ガンバ大阪が。だから日本として認められた。国や。ガンバ大阪は。クラブチームとか言うな。失礼な。国やぞ。はい、来た！上げて！ドーン！今の良かったんちゃう？でも。危険は回避しました。ねえ、今のやろ、サイド上げてドーン。デパイ、待って、よし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 、切り替えが大事です。よし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 、パトリック、あー、パトリック、ボールを取った。どこへ出すのでしょうか。オッケー、サイドを変えます。これはクリアが小さいか。よし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 。いません。ああ、くそ。おっと、相手へパスしたような形になりました。待てよ、ここ大事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 に、ここ大事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 に、ワイナルデム、ここ大事に、絶対こかすなよ、 PK になるから。よしよしよし。相手の選手に当たったようですね。危ない危ない危ない。ええ距離感やな。になります。今ええ距離感保ててる。ショートコーナー。よし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 。スタートします。守備のイメージはゴールから敵を遠ざける感覚。せやな。近くの味方を使います。CPU で追いかけて。ドニエル・マレン。メンフィス・デパイ。よしよしよし。もうそっからはなかなか入らんよ。いやー、よくあそこに届きましたね。あそこで敵に打たせてる時点でもうこっちの勝ちや。上げさせません。よし。主審が止めました。よしよしよし。どうしたどうした。倒れている選手の状態を確認するようです。これは無念の交代となりそうです。プレーに戻ることができません。心配ですね。大丈夫か庄司、救急車やんけ。靭帯ちぎれたわ。庄司の靭帯ちぎれた。んでおった、やりやがったな、オランダ。俺そういうラフプレーは嫌いやぞ。怪我でなければいいんですが。これありえへんわ、やられたわ。レフェリーが選手を一旦外に出しました。ドロップボールで試合再開です。な、何してん何してん何してん、どんだけ蹴んねんこいつ。今のなんや。オッケーオッケー。チャンスにできるか。デパイ。オッケー。決まった。先制ゴールです。このチームがボール。守備陣もっとプレス行った方がいいです。了解。プレスね。予感がしていましたね。相手は何か対策しないとまずいんじゃ。マナーやで。何が？マナーって。何マナーって。怖い。ガンバが攻めに出ます。なかなかいい攻撃でしたが、なかなかいい攻撃でしたって。ディフェンスに処理されました。ドリブルでボールを前。ブリント。プレス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 。プレス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 。いい組み立てだったんですが。よっしゃー。ましたね、いいプレスいいプレス。ここやぞー。あー、通らんか。デフライ、コースを読んでいました。ドニエル・マレン、裏へのいいパスが出た。
デパイ。大丈夫。大丈夫、大丈夫。ディフェンスがいる。フレンキー・デヨング。鬼のディフェンスがいる。よしよしよし。わずかにポストの外側に外れました。日本代表ってあれやんな。出れるよな、今回のワールドカップ。本戦出場してるよな。決定してるやんな、もう。アジア予選は。ほい。宇佐美貴史。いいよ。藤原弘樹。この時間はブロックを作って守っています。ほい。ほい。あー、あー、オッケーオッケー。こっちに任せよう。アタッキングサードに入ってきた。これはうわ抜かれた。危ねえ。飛んだ。これはファインプレーです。読んでいたのかもしれませんが、それに出るけど、スペインとドイツと同じ組。嘘やん。スペインとドイツと同じなん。これあんまサッカー知らんかったけど、このゲームのおかげでサッカーがスペインとドイツがどんなに強いか分かんねえ。やばいやん。あっと、あっさりと抜かれました。いった、よっしゃ。ここはゴールに近い位置でファール。十分に狙える距離です。来たぜ。いい位置でフリーキック、ね、やるしかねえ。これは同点に追いつくチャンスです。決める。あー惜しい。ピンチをしのぎました。惜しい。入った思った。今さあ一気に仕掛けるか。だって壁から上がってきたから絶対キーパー見えてなかったやろ、途中まで。オッケー。ここでおっしゃ、ボール取った。今のはいいタックルでした。うわおいおい、大怪我やぞ今。オランダちょっとラフプレーがひどいな。ベルハイス。くそ。スコアは1対0。ここでハーフタイムを迎えます。メンフィスデパイ。今のフリーキック良かったと思ってんけどな。まあまあ、でもオランダ相手に1対0、いいよ。いけるいけるいける。後半はガンバ大阪のキックオフで始まります。くー取らない。インターセプトしました。メンフィス。ここはまあ、ここは全然いい。ダンフリースへ。前に突っ込みすぎずに前線作りながらベルハイスに渡った。じりじりと埋めていく。ゴール前期待も。オッケー。よし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 。ここはタックルで回避。相手のシュートを許しません。カウンターのチャンスです。これはよく見ていました。いけー、くそー。スーパーセーブです。あれに反応するとは思いませんでした。もう固いって守備が。サポーターも声を上げています。入れば同点ですので、このコーナーはしっかり狙っていきたいですね。くそー。中に入れた。入れ。キーパーがキャッチしました。今の良かった。でも今の上げ方はちゃんとパトリックに狙えてたな。いいよいいよ。前半はこの選手の活躍が目立ちました。とてもいい動きでしたね。惜しかった惜しかった。何度もチャンスを作っていました。いや、下くるかこれ。勝ち越しゴールを決めたプレーは素晴らしかったです。よしよしよし。これはナイスカット。バカ。それや。そのマイナスのクロスです。バカバカ。ここでリードを2点に広げてきました。今のあかんわ。今のクリアすな。ダボっとクリアじゃな。相手の得点を許してしまいました。こういったプレーをされると監督も頭が痛いでしょう。まあ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 、完全にクリアミスやな。よいしょ。それが多いねな俺な、あのクリアミスがな。藤原弘樹。ほい。主射場。ほい。あ、くそ。タックルで止めに来た。このゲームってハンドないんか。アウェイチームがボールをキープする時間が長くなっています。
ピッチの中盤を抑えることで試合を優位に運べていますね。オッケー。このままならさらにリードを広げられるんじゃないでしょうか。ない、ないんか。さすがに判断ないか。クロスを狙ってきますか。あ、ぶら入ったゴール。は入ってないやろ。この選手がまた決めました。ちょ、この入れ墨の人すごい。映像がディフェンス、いやちょっとディフェンスようなってるよな。あのたまに気抜けたパスするのやめるわ。素晴らしい反応でしたね。設定でハンドありかなしか選べる。あ、そうなんや。宇佐美隆よし。主射場ここでポゼッションを失いました。一回戻そう、一回戻そう、一回戻そう。あとは決めるだけ。入ったおい、何してんねんお前。暴動が起きるぞこんな坂してたら。地元の吹田でちょっとあかん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 て。軽率でした。軽率すぎるわ。直結しましたね。慎重にやるべきでした。こんなもん YouTube に上げられたらどうなるか。国に変えられなくなってしまう。よし、最初よかった、最初よかったな。その点取られたらやっぱり点を早く取りたいっていう気持ちが出てしまって雑になんねんな。これもう俺自分でも分かってるわ。それやめるわ。いいところにクロスが入りました。ほんまにこのボールは相手にクリアされました。あとは危ない。飛びついて止めました。キーパーのナイス。あのどうしてもすぐ取りたいってショートを選ぶ、そう思っちゃう。それがいけない。ベルハイス、ワイナルデム、ファンダイクへ。ファンダイク、ホルスト、これはいいです。うまっ。チャンスになりそうだ。オッケーオッケー。キーパーの素晴らしいセーブ。よしよしよし。チームのピンチを見事に救いました、ね、体の向きに合ってないパスするから変なパスになる。体の向きとか言われたらすごいぞ。しかし今のはすごいセーブでしたね。ゴールキーパーを褒めるべきでしょう。よしよしよし。藤原弘樹。よし。来たー、これだー。上げてからの、あー、ファンダイクでかすぎ。パトリックで勝てんねんけど、ファンダイクに。メンフィスデパイ、ダレイブリント、視線が中にいった。さあ出すか。さあどうする。くそ、ベルハイス、これはチャンス。うますぎる、ゴールが決まった。うますぎる。キーパーはノーチャンスでしょうか。うますぎるこいつら。何このうまさ。今日の試合は圧倒していました。得点ポン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 。完全優勢ですし、力の差が見てわかりますね。うますぎる。残り時間も少ない中、厳しい展開になっています。違うね、でもいけるから。メンフィスデパイ、よしよし。美しいパスが通りました。うまい。違う、マジでワンタッチやな。ちょっと分かってきたわ。これ皆さん、キーパーの目の前でしたが、分かってきたわ。みんな全然こねてない。マジでワンタッチ分かってきたわ。カウンターを仕掛けるチャンスです。武田、このカウンターは得点になりません。ボールを失いました。最低でも2タッチや。せやね、ほんまボール持ってる時間2秒もないわ。1秒以内に絶対パスしてる。ガチで。ほら、分かってきたわ。スルーパス通るか。ゴールゴール。またこの選手が決めました。これで2点目。コネコネサッカーはね、もう通用せへん。まあ別に中盤は別にええねん、コネて。あの、中盤以降やな。相手のゴール前になったときに持てるときは持っていいよ。せやな、だフリーなときは持っていいやんか。自分でできるだけ前に進んで、ダンフリース、で周りに敵が出てきたらできるだけこう
見つけていこう。ここで取り返す。よしよし、うまい。アディショナルタイムに2分超えられます。うまい。主射場戻して、そうパトリック、そうナイスタックル。ちょっとミスったけど、そういうことやな。前に前に行き過ぎずに戻していい。ここでホイッスル。チームはグループステージの初戦で敗北を喫しました。厳しい結果に。オッケー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 。なるほどな。で、今分かったのは、俺点取られたらやっぱりちょっとすぐ点取り返したいっていう気持ちが前に出すぎておろそかになる。それやめよう。でも同じプレーしようとしたらチームの力の差が如実に出る。なるほどね。そういう問題もあるんか。いやでも大丈夫。試合開始を前にスタジアムはスタンドからの熱気に包まれました。でも待っててくれ皆さん、今俺今2090年やろ。実況は西岡昭彦。一世紀ごとに一人選手を補強していいっていう、これルールあるから。グループステージのこの一戦、2100年になったら大変な試合になりそうですね。グループステージを勝ち抜く日本人選手補強や。一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。それで足りないところを埋める。よし、そうなん、せや、一世紀に一人三浦玄太。よいしょ。2100年になったらスケートが来てくれる。藤原弘樹。よいしょよし、オッケー。ボールを失いました。ルイス・シャウブ。100年に一人の逸材をな、補強するしかない。ボールはザビッツァへ。オッケー、ナイス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 。パスをいいよいいよいいよ。一回後ろに戻して戻して戻して、しっかりサッカーしていこう。ゆっくりサッカーしていこう。ゆっくりサッカーしていこう。せやね、いいテーマが出た。ゆっくりサッカーしていこう。自分たちのサッカーじゃない、ゆっくりサッカーしていこう。でパスコース見つけて、そう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 、悪くない悪くない。そう、マルセル・ザビッツァ。やば、一人でこいつ行きやがる。マジか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 。うまっ。ゴールキーパーはポジショニングを誤ったか。しっかり得点を奪ったのは見事でしたが、キーパーどうしたか。まあまあ前へ前へ。ゆっくりやるやつは2010年で廃れた。で結局こういう戦術とかってもう時代によってこうどん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 巡り巡るから、駐車場2090年のサッカーはね、ゆっくりやるサッカーやね。戦術ってのは変わっていくからな。ああいうのをしたいね。いや、せやな、ああいうサッカーをしたいね。藤原弘樹。ファルファン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 。入れてくるか。深くえぐってから折り返した。ああ、くそー。くそー。今いい形で出てたのに。マルセル・ザビッツァ。ルイス・シャウブ。ボールはザビッツァへ。いいところを見せた。こいつら。キーパーのダイビングセーブ。これはすごい。いやー、ファインプレーですね。コーナーキックが入ります。中途半端なクリアです。うわあ！ PK です。なんで、もうこれさ、やめてくれへん、このイチャモン。絶対 PK、こういう審判ずっとこいつやし。ボーリングみたいになってる。なんで PK やねん。おかしいやろ。どう考えても。止めろ、東口！絶好のチャンスです。PK を決めました。
落ち着いたいいキックでしたね。 PK をきっちりと決めました。さあ大事な1点ですよ。PK せこいわ。俺でも入れれるで PK やったら。OK。藤原弘樹。OK。ボールを取り返します。危ない場面でしたがクリアしました。OK。一回後ろ戻して。そう、サイドチェンジ。何を狙うのか。一回後ろ戻して。シュシェジョン。戻して。パトリックだ。戻して藤原弘樹戻してバカどこ蹴ってんね今の武田のどこやろ。ホームチームのボール支配率が落ちています。これがサッカーの面白いところでポゼッションが高いから勝てるというわけではないんですよね。やはりしっかり守ることが勝利を呼び込むんです。何を言ってんね福西さん。取り返しました。危険な位置です。緊張感が増してきます。うまい。あ、俺がやりたいサッカーを、俺がやりたいサッカーを こいつらしてくる。試合はどうやら一方的な展開になってきています。よいしょよいしょ。おいせこい。おこいつ今腹の中でボール、相手が触ったボールはスローインになります。よいしょ。鮮やかなインターセプト。コースを予測していたんでしょうか。うまい。で裏を狙います。それうまい、それうまい、それうまい。うわすげえ、胸トラップでやば。インターセプトしました。オッケー、オッケー。このスルーパスは通りそうです。よし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 。何をしてくるのかパトリック。ここで。ああ、バカ野郎、今のとこどうやったんやろ。パスじゃなくてあれかな。これはよく見ていた。うまい。裏へ通った。当然狙う。オッケー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 。ボールが外に出てゴールキックです。インターセプトって何なん。相手が蹴ったボールをその軌道上で取るの、取ること、かかりました。それがインターセプトらしい。ここはよくスペースが見えていました。ああ、出たよ。うまいこと言った思ったらインサイドや、オフサイドや。裏に抜ける狙いは悪くないんですが、もう一呼吸待って走り出せばよかったんじゃないでしょうか。そうですか、福西さん。狙える位置です。中の味方にいいクロスが入ります。よし、クリアが足りないか。あ、もう点取れたのに。前半が終了しました。スコアは3対。え、これ俺負けたら2090年もう終わり。まだやんな、これ初戦やんな俺。ほぼ絶望ちゃうか。いやいや、わからんで。を迎えるのでしょうか。さあ後半キックオフです。よいしょ。ルイス・シャウブ。終わりやで。え、もう2090年終わんの。嘘やん、早ない。クリーンなタックル。ワールドカップってそんなそんなすぐに終わるの。きた。仕掛けてくるのか。味方の選手が寄ってきました。狙い通りのクロスで。あー、ここでなー、ディフェンダーおらんかった。今点入ってたな。おったから入らんかったけど、おらんかった点入ってた。マルセル・ザビッツァ。中央中央、高いボールを裏に出します。中央中央中央。オレシュートだ。来たー、ゴール。来たとか言うなよお前、日本人やのに。敵の激しいマークから抜け出して。どっち応援してんねんこのアナウンサーは。リプレイを見てみましょう。精度の高いクロスでしたね。
そしてボレーシュートを豪快に突き刺しました。これは何度も見たくなるシーンです。一方的な試合となってしまいました。中立やぞせやな、中立やからな。アナウンサーはいつでも中立やから、どちらも応援しなきゃいけない、どちらかを贔屓してはいけないから。そう考えたらこのアナウンサーはすごいプロ意識が高いかもしれない。ここから中に折り返したい。くそザビッツァー、あー、OK、クリア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 、しっかりとクリアしました。よし、これはカウンターのチャンスです。カウンターから仕留められた。うわー、パトリック、カウンターは阻止されました。マジパトリックぐらい背高くて俺ぐらい足速い選手移籍してけへんかな。おらん、そんな日本人選手。2100年に2001世紀ごとに選手補強してええから。さあクロスか、足マジで遅い。パトリックの足の遅さがえぐい。オッケー。ボールを失いました。どこ蹴ってん？ちょっとクリアが小さいか。素晴らしいスルーパス。オッケー。ナイス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 。続いています。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。もう武田一人で行けよお前。マラドーナや。自らボールを持ち込んでいきます。お前マラドーナや。お前はよし、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。うまい。何をしてくるのか。シュートを、あら、くっそ、入らん入らん、ゴールが入らん。くそー、ボールを入れた。このボールはディフェンスがクリアします。結構なザビッツァコンラッド、チャンスは生んでんねんけどな、なかなか点が入らん。ゴールの流れ、これは絶妙なスルーパス。やば、うまっ。またこの選手が決めました。これで2点目。この水色の靴履いた少年、スルーパスでしたね。そしてこのシュート、ディフェンダーのプレッシャーをものこれが決定力不足っていうね。これがあれか、長年日本サッカーが苦しんでる決定力不足っていうやつか。厳しい展開になって、でもこれ決定力不足はこれしょうがないで。こんなもん分かったわ、日本代表が大変ってことが。俺はもうどんなことがあっても応援する。よし、マジどこにこれパスしてええねん、こんな人数のディフェンスおって。どうこう作ればええ、どこをついたらええ。今の多すぎるディフェンス。マルセル・ザビッツァ、でも俺らの時はなんか数が少ないね。いい位置でしたがポゼッションが変わります。よし、見事なインターセプト。スペースへのボール、スペースに抜けようかという場面ですがオフサイドです。飛び出すタイミングが早すぎましたね。アイディア自体は良かったと思いますよ。 OK、よし、いやーオフサイドかよ。今のは一旦ボールをディフェンダーまで下げるとパスしやすくなる。今のところまで行って一回下げるという勇気、あこまで行ってクロスを狙いそうですが、くそ、アホ、何してんねんお前。びっくりするわ。仕掛けてくるのか。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。よし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 。
これはカウンターを狙えそうです。ガーカウンターアタックを狙いましたがボールを奪われました。カウンターアタック、カウンターアタックが最近決まらない。昨日もっと決まってた。カウンターアタック決まらなくなってきてる。ボールはザビッツァへ。守備はな、守備の意識は分かってきてんねん。いや、取れよ。俺何失点してんねん毎試合。負傷者対応に要した1分がアディショナルタイムに加わりました。なあ、毎試合な。ここで試合終了のホイッスル。まあまあまあ、OK。敗北となりました。これはちょっと意外と言える敗戦なんじゃないでしょうか。泣いてる。チーム本来のパフォーマンスを発揮できる。いや、でも、じゃあね、でもな、なんか、次はいけるんちゃうかなっていう。一回ない、じゃ難易度は下がった、下げへん。下げん !2300 年になろうが俺は下げへんからな。いけるって。じゃ、結構上手くなってんちゃうかなって思うねんな。なんで思ってんのかわからんねんけど。ちょ、もう一回やらしてくれ。2094年や。2094年や。すごい。2094年。我々は、ワールドカップ、本戦出場を決めた。ガンバ大阪。まだ決めてしまったな。じゃ、多分な、あれやって。まだ自分たちのサッカーが分かってないね。形決まったら多分いけると思う。北アイルランドと入れ替えや。ガンバ大阪。よし。多分パスのボールの回し方が分かってない。マジ？運命の、グループ決め。ガンバ大阪、デンマーク、ハンガリー、ドイツ、どう？いける？でもこんな俺でも一回は決勝リーグ行ったんやで。どうやって行ったんや俺、ほんま。栄光をつかめ。やるしかねえ。ハンガリーはいける。オッケー。もうさ、もう一番最初のこの初期の 3-4-2-1 でよくないっすか。ゲーム的にこれが設定されてるってことは、これが一番フォーマルなフォーメーションやと思うね。なあ。どうだい？相手にボール渡さんように一緒に、じゃあ、わかった。俺分かったわ。相手にボール回さんとこ。俺分かったわ。で、武田、ライトウィングにするわ。ここがライトウィングって。ここやんな。ここが LB やね。レフトバック。違うわ。ここライトバックや。ここ高尾や。ここ高尾で、藤原がここやな。で、シルバー、ウサミ、パト、ウサミはね、すごいなんか使いやすいねんな。わかる？ウサミすっごい使いやすいね。ほんで、OK か。パト、ウサミ、藤原。武田、高尾。サイドチェンジしたらすぐスルーパス意識してくれ。了解。速攻じゃなくてもチャンスあるぞ。いや、せや。もうちょっと速攻意識しすぎてる。ゆっくり行こう。あかんわ。なんか、武田の足の速さにうぬぼれてた。宇佐美、藤原、とにかく敵にボールを渡さない。それで行きましょう。メッシのどこがええかな？メッシのいる？メッシの交代でええか途中。
これ別に守備位置バグってないやんな。これでええやんね。この子が、ここかな。一人じゃ勝てない。メシのは宇佐美のサブ。オッケー。任してくれ。2094年。俺は決める。オッケー。皆さん、こんにちは。はじめはみんなゆっくりやろうとするけど、相手が回し始めてイライラして速攻になる。いや、せやねん。それがあかんねん。もう相手のペースに飲まれない。自分たちのサッカーをする。今日は一律吹田サッカースタジアムからお届けします。回してくれ。今日の舞台はパナソニックスタジアム吹田です。スタジアムにはこのナイトゲームを見届けようと多くのサポーターが駆けつけています。とにかくボールは取ろうとしない。ボールを取ろうとするんじゃなくて、ボールをこっちの陣地に送らせない。ハンガリーはどうですか？白熱した試合を期待しましょう。ヘディングでクロスに合わせたもの、いきなりゴールライン我々かけたけど。ゆっくり行こう。ゆっくりサッカー、ゆっくりサッカー、これが我々のサッカーだと言わんばかりの。そう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 、動かせて一回戻そう。オッケーオッケーオッケー。焦らんでいい、焦らんでいい。相手にボール取られへんかったら失点のピンチは来ない。よしよし、ファルファン、よし、ファルファン。ああ、ここでパスカット。今の感じや、今の感じやな。高いパスが味方に出る。いいよ。サイドをえぐって中を見る。距離。中へ切り込んだ。よしよしよし。よしよしよし。よしよしよし。歩いて押しながらパスすると速いパスできる。了解。ショートコーナーを選びました。クロスはブロックされます。ナイスブロック。ソボスライ。中の選手を狙ってきた。よし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 。庄司がうまく読んだ。どこに上げてくるのか。ソボスライ。中に戻したな。狙ってきた。オッケー。このシュートは阻止されました。オッケー。ディフェンス、ディフェンス。よっしゃー。ここは庄司、ボールをクリアします。ほい。ほい。主射場。おい、ほんまや。R1 押したらめちゃくちゃ速いパス出せるやんけ。お前これ一番最初に教わるやつやんか。めっちゃパス出しやすなった今。シェーファー、まずはパスを回して隙を狙います。 OK、 ナイスブロック、ナイスブロック、ナイスブロック。ここでボールを失います。ああ、プレスがよく効いています。いいよ。これは相手もたまらないでしょう。サッカーしてる、サッカーしてる。ちゃんとサッカーしてる。シェーファー、パスを回しながらリズムを作っているんでしょうか。よし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 。このシュートはコントロールできていません。大きく外れました。コースを狙ったかもしれませんが、イメージ通りに切れなかったようですね。おい、おい、駐車場、おい、おい、ああ、ディフェンスの連携がいい、取った。ここ今のはあかんな。2人いるところにパスして通るなんて思ったあかん。もう少しフィニッシュの精度を高めれば勝ち越しゴールが生まれるんじゃないでしょうか。上に抜けてくるか下に来るか、ラインを OK、 ボールを取り返します。あ、相手の動きを読んでいました。読まれてた。折り返せるか。
いや、その動き。なんや、その動き。パスをつないでチャンスを伺っています。お互いに我慢の手段でしょうか。クリアして相手のチャンスを断ち切りました。ああ。ビリオルバン。見てよ。シェーファー、下がってボールをもらいます。そんなね、足技には引っかからんわ。入るか。オッケー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 。シュートで積極的に狙ってきました。よし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 。この意識で、もう雑に戦うなよ。よいしょ。庄司源。前進んで。三浦源太。ああ、それは違うわ。武田に渡したかった今。ボールがラインを割ってスローインです。そういうのあかんのよ。で、このスローイングから来るから敵は。ここはドリブルで前に出ます。視線が中にいった。さあ出すか。真ん中にクロスを上げた。オッケー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 。ここはキーパーがしっかりキャッチしました。よし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 。いけ。ゆっくりな。ゆっくりな。バカ！どこ蹴ってんねん。俺言うこと聞けよ。クロスで狙える位置です。深くえぐってからのクロス。うわー、よく止めましたが、ここはプレーを切り危ない。東口がしっかり止めました。よし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 。とりあえずとりあえずとりあえず、ここはボールロスト。ちょっと集中力を欠きました。こっからよ。しかしあのスーパーセーブに阻まれなければ今頃は試合をリードしていたんですけどね。こっからよ。オッケー。相手困ってるよ。このフォーメーションええな。これはどうなりますか。よし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 、来た。さすがにぶつかり合っています。もう入れ。あー、くそ。ボールがこぼれる。ああ、前半終了です。未だスコアレスです。よし。さて後半が始まります。福西さん。とりあえず、0対0。とりあえず0対0。後半戦。悪くない悪くない。イライラしたあかん。せやな。後半のキックオフ。今度はガンバ大阪ボールです。メシノの投入タイミングちょっと言うてほしい。まだかな、宇佐美とどこら辺、体力どれぐらい減ったら渡したいんやろな。宇佐美隆よし。パトリック、これはいいタックルだ。バカ、何してんねんお前。ボール持ってない人の足首蹴ろうとすんな。レッドやぞ一発。うまい。それはうまい。オッケー。これは読んでいたんでしょうか。一回戻して。いいよ。裏も見えていたのか。惜しい。ああ、惜しい。完全に今、まあ、裏見えてたのに。シェーファー。ソボスライ、危険な位置です。緊張感が増してきます。このスルーパスは通りません。オッケーオッケーオッケー。あーしゃあ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 、選手を変えるようです。選手変えた。あれやな、あのスルーパスを何回か通したら絶対点につながるから。藤原ひろき、オッケー。アタッキングサードでボールを回していきます。そう、さあクロスのチャンス。ああ、いいボールでしたが、惜しい。ここはクリア。今のダイレクトボレーぶち込んでたらすごいかっこよかったんけどな。どうやらサイドをつけそうです。前線、ここライン、ライン崩すな。
ライン崩すな。オッケーオッケーオッケー。いいタイミングでカットしました。よしよし。よし来た。ああ。ポジションを失いました。ソボスライ。ディフェンス。ディフェンス。前を崩すな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 。絶対入らん。オッケー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 。ファインセーブです。目の前からのシュートですから。あっからは絶対入らん。でも大したものですよね。見事なセーブでした。選手コート。よし。このボレーシュートは枠に飛びません。そろそろ交代、そろそろ交代した方がいい？これ交代タイミングでもういつでもいいんかな、これ。宇佐美でも全然疲れてはらへんな。どうやろ、まだかな。難しいボールだったのでうまくミートしなかったんじゃないでしょうか。ですね、パトリックがな、ちょっとほんま足遅すぎてな。ゆっくりね。このパスは少しずれ、うわずれた、繋がりません。スローインになります。守れ、勝ち点1。引き分けやった勝ち点1。引き分けやった勝ち点1。走り込んだ味方に合わせました。サッカーは勝ち点をいかに取るか。引き分けでええね。面白いですね。引き分けでええね。シェーファー、クロスを出せるか。シェーファー、すぐにパスを返しました。守れ、守れ、オッケー、守った。見えさせない。しっかり守って、松木さん今100、何歳や、わからん。141か。オッケー。くっそ。ファーサイドに通してきました。これは通らん。クリアしきれません。やば。シェーファー。よし。大きく外しました。よし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 。シュートに見えましたが、どうしたんでしょうか。正確に蹴れば入るタイミングだったと思いますが、意識しすぎたのかもしれません。ちょっとミスったな。パスは少しタイミングが合いませんでした。スローインになります。フレッシュな選手の投入です。もう10分以上アウェーチームの攻撃が続いています。効果的に攻められているので、勝ち越しゴールが生まれるかもしれません。問題はその時間がないことですね。よしよし、果たして追いつけるでしょうか。うわー、うまい。10分も経過して先制点のゴールが、なんでそっからゴールが入るかな。どうしても焦ってしまうでしょうね。なんで入るかな、そっから。このゴールですが、余裕のない中でも冷静でしたね。そうですね。うわー、ぶち抜かれた。正確でした。いや、まだ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 1点やから、1点やから。これで試合は決まりじゃないでしょうか。何言ってんねんアナウンサー。後ろ向きなことばっかり言って、ほんまこのアナウンサーは。このパスはダメでした。通りません。よしよし、1点ならいける、1点ならいける。前に進んでいます。1点ならいけるよ。ビリオルバン、サライアダーム。オッケーオッケー。このパスは相手に出したような形になってしまいました。よしよしよし、いった。笛は鳴らない。よっしゃ、アドバンテージを取りました。同点を目指して攻め立てる。ああ、くっそチャンスか。あそこ取れたら。サライ、悔しい。ソボスライ、パスが軽やかにつながります。テンポがいいですね。ゴール前に入ってきました。パスを繰り返し相手の隙を伺っています。よし、打った、いったよ。ブロックされました。何すんねんあいつ。まだや、いけ武田。ドリブルで崩します。ああ、飛びついた。もう入らん。今のは入っていてもおかしくないですよね。もう入らん、入らん。ああ、
ですね。中に入れた。ゴールを脅かされた場面でしたが、なんとか守り抜きました。試合を止めていた分、あそこ追いつくてな。ソボスライ。キーパーってやっぱ当たり前やけど、やっぱちゃうんやろな、すごいキーパー。サライ・アーダーン。俺の知ってるキーパーオリバー・カーンしかおらんけど。タックルでボールがこぼれました。あ、試合終了です。いや、まあまあ、でもグループステージの初戦を落としてしまいました。1対0や。これ今結構いい感じやった。もう1本ぐらい入ってたはずやで、絶対絶対。試合データ見よう。こういうのも大事やわ。ガンバ大阪ドリブル成功率 91%、 相手96%、 シュート精度 33%、 相手 42%、 パス精度 83%、 相手 93%、 ポゼッション、こっち 38%、 相手 62%。 全部負けてんな。予想ゴール数 3.3 何やねん予想ゴール数って。お前本来3点は入ってたよってことか。ふざけるな。パス184本。ふざけてる。これは見やんほうがいい。見やんほうがいいわ。お、来た！ドイツや！マジ、任す。ポゼッション前半は良かったやろ。良かったやんな。いける。サッカーファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。このドイツって誰おる？楽しみやぜ。のサポーターからも、ひしひしと伝わってきています。綺麗なグラウンドやな。なんやこいつ、一人でお前。解説には福西崇史さんを迎えしています。グループステージのこの一戦、むちゃくちゃするな。ドイツがガンバ大阪と戦います。グループステージ突破にはコツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。いいところでインターセプトしました。それミスった。いいところを見ていました。決まった。まあまあまあ、ええわええわ。全部おる。ノイアーおるで。ノイアーって誰？ノイアーって誰？ノイアーって。結果になったんじゃないでしょうか。ゴールの後試合が再開します。痛いな。ドイツ人すごい荒いわ、なんか。怖いわ。サッカーしてて楽しいな。寄せです。気性が荒い。OK。すんごいキーパーや。ノイアー？何が、キーパーがすごい言われてもあんまピンとこんな。キーパーのすごい言われてもな。絶妙なパスです。なあ、相手のシュートを許しません。いいよいいよいいよ。1点やったら全然いける全然いける。俺たちのサッカー。ムシアラ、ニャブリに渡った。ティモ・ベルナー、イルカイ・ギュンドアン。うわ、うまっ。絶好のチャンス。やば。さあどうなる。セルジュ・ニャブリ。うわうわ、よしよし。あのゴールキーパーが止めた瞬間がまだ目に焼き付いています。おお、フグニさんも、フグニさんが喜んでる。素晴らしい。やばい、おい、こいつらめっちゃうまいぞ。素晴らしいセーブを見せた。ドイツの子供はゴールキーパーになりたがるらしい。やっぱそういう国民性で出んねや。ボールはエリアへ。このボールはクリアされました。今のファールはレフェリーが流しています。抜いてきた。なんて速さだこれは。東淀川のマラドーナ。おっと、パスが下手や。相手パスしたような形になりました。東淀川のマラドーナ、パスが下手すぎる。ティモ・ベルナー。ドイツ、これはサイドを上がれそうです。レオン・ゴレスカ、ここでムシアラ。あまりにもパスが下手や。よしよし。シュートは大きく横にそれています。確かフォワードの次に人気ポジション。あ、そうなんや。ゴールキーパーが。はいはい、はい、浮かして。そう、大阪の攻撃です。中に入ってくる。
力強いタックル。え、一回戻して、そう、シュシェジョン、そう、パトリック、そう、一点ビハ、自分たちのサッカーショー、ボールを回していきます。縦に入れて勝負をしてくるのか、慎重な、バカら、いい感じやったのに、いい感じやったのに、あ、せこいやろお前、それそれスルーパーせこいぞ、せこい、禁止、危ない、まだボールは生きています。おら、大きく蹴り出しました。ピンチを免れました。流れが来ていること、ゴレツカー、ゴレツカー、ギャー、決まった。キーパーが一度はセーブする。じゃあもうパトリック遅すぎる。お、パトリックあかんわ。これもう出場停止や。パトリック。ゴールを守りきれませんでした。あかん。藤原弘樹、シュシェジョン。よし。取り返しました。ホームチームのボール支配率が落ちています。スコアはリードしている。まだいける、まだいける、ボールを取りに、ドイツ相手に2対0だったら全然いける。しっかり守れているなら特に気にする必要はないでしょう。ドイツ、これはサイドを上がれそうです。カイ・ハフェルツ、パスを返す。よし、ベルナー、オッケー。危ない場面でしたが相手の攻撃を断ち切りました。視野が広い。これがフライスルーパスだ。入った。武田の伝説的ゴール。もう痛いミスになりました。福西さん、決まっていれば1点差でしたね。はい、くっそー。しかしこういうチャンスを作っていけるなら今のよな、つけるかもしれませんね。今のよな、今のな、今のいい感じやな。でもな、よし、はい、やられました。おいおい、審判、こういうの続けよう。それ言うてもう何十年経って、手前に入れてきました。これはこれ続けよう、武田、これを続けよう。ほら、もう100超えたよ。なんとか追いついてボールをキープします。くそ、いいパスが出ました。くそ、レオン・ゴレツカ、いいところにクロスが入りました。うわっ、オッケー、見事に止めた。でも 2-0 は一番危険なスコアって言われてるからな、サッカーで。知ってるか皆さん、2対0ってサッカーで一番危険なスコアらしい。これは危ないですよ。むしろ今のはかなり危ない場面でしたが、なんとか取り抜きました。淀川のマラドーナ、淀川のマラドーナ、これがマラドーナー。もう、はい、イップスややばい。ゴール前になったら力む。どうしよう。うまくミートできなかったんじゃないでしょうか。シュートが弱い。シュートが弱いってなんやねん。俺ちゃんと打ってるぞ、高精度シュート。決定機になり、ベルナーに絶好のチャンス。よし、キーパー止めましたが、まだインプレー。また決めたかと思いましたが、これは入りません。そうそう決められません。まあ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 、いける。スコアは2対0。早い頃もなんだやろ、早い頃のがいいんか、あの距離やったら。後半はガンバ大阪のキックオフ。 OK、 行こう。いや、守備ようなってるよな。マジでちょっとずつレベル上がってる。ほんまに。藤原弘樹。ガチで。ここでカット。だまだまだやっぱこう分かってない部分が多いから、そこをちょっと。セルジュ・ニャブリ。味方にパスを出します。よしよしよし。大丈夫。そっからは入らへんから、これクリアしたいだけ。クリアしたいだけやから。かなり危ないシーンでしたが、なんとかしのぎ切りました。あ、くそ、相手ボールになりました。よしよしよし、ここでインターセプト。よし、インターセプト。
走れ。何してんねん。それやめよう。ドイツが勢いに乗ってきた。ベルナー。うまっ、バックパス。持ちます。よし。パワーは十分なシュートでしたが、精度を欠きました。大きく外れていましたね。一か八かで打ったような感じがしました。なんかフライスルー以外、フライスルーのカウンター以外でさ、サッカーで点取る方法あんの？FIFA やってたらないんちゃうかなって思うんやけど。危な。相手が触ったのでスローインですね。武田で決めようとしすぎなんちゃうか。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。なるほどな。リルカイ・ギュンドン、ミュラー、ここでムシアラ、ほっほっ、ミュラー、ほっほっほっ、着実なビルドアップからチャンスを狙います。オッケーオッケーオッケー。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。よし、今のシーンも含めて武田は決める選手じゃない。武田の能力で決める選手じゃなかったらもう取れへんで点。どうしたんやねん。俺武田でしか点取ったことないねんけど、この60年。三浦玄太。この70年余り。駐車場。オッケー。こういうことね。ガンバが攻めに出ます。オッケー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 。レフェリーがコーナーを指します。さあコーナーキック。相手に当たっていますね。ショートパスからの近くの味方へフライ上げて、前にクロスが通ります。危ない場面もディフェンスがクリア。ここはカウンターアタックを狙うか。それはうまいな。それはうまい。ハフェルツ、ここでムシアラ。大丈夫やで。ここはクロスでしょうか。うまい。それもうまい。でも大丈夫大丈夫。ベルナーが絶対入らん。こんだけ壁あったら絶対入らん。こんだけ壁あったら絶対入らん。よし。集中しています。ここはダイビングセーブでしのぎました。選手を交代。縦ワンツーの使用とニアサイドの攻略。ニアサイド。中に入れた。よしよしよし。ここはキーパーが止めました。でもドイツ相手に 2-0 やねんけどな。俺はすごいいいことやと思うんだけどな。ここは通しません。でよ、しっかりしっかり。俺今まで0点で試合終えたことってありますっけ。相手の選手がパスマジでないんじゃん。先にいました。何してんねん。ミュラーが突破を見せる。ダイレクト。オッケー。東口がしっかり止めました。マジでないんじゃん。一回もないんちゃうか、この10時間以上やってるけど。駐車場。よし。ここまで下がってボールに触ります。攻めあぐねているんでしょうか。クロスで狙える位置です。よし。チャンスにできるか。もうこっから入れ。0-0 はなかったと思う。せやんな。マジで一回目標をさ、相手を0点に抑えることを目標としていったらいいんじゃないか。出た、ミュラー。これ世界最高の選手。裏も見えていたのか。大丈夫、東口くん。命がけやな。ミュラー。打った。キャッチできません。よしよし。勝ったことある。一応2勝やな。2勝したことある。決勝リーグにも1回行ったよ。入ってもおかしくないチャンスでした。チームを盛り上げる最高の仕事だと思います。裏を狙う。よく見えています。ほら、オッケー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 。シュートしていこう、シュートしていこう。大きく外れました。シュートしていこう。狙ったかもしれませんが、イメージ通りに蹴れなかったようですね。なんかあの角度からのシュートが多すぎる気がするな俺。ケーラー、もっと真ん中に持ってった方がいいんかもしれん。トーマス・ミュラー。ミュラーに渡った。よし。これはナイスパスカット。で今は枠内じゃない、もうとりあえず枠内とか関係なくシュートを打とう。あー悔しいけどいい。運びました。オッケーオッケー。さあどうする。一回後ろに回してこう
ああ。おい。おい、OK よ。おい。違うな。見事なインターセプト。サイドや。サイドに打たなか。ユラ、パスで効果的に。やばい。おっと、これはいいぞ。ああ。これでリードは。くぞ。選手が手伸ばしてるときにスルー出すとうまくいきやすい。選手が手伸ばしてるときな。これやろ。これはなんとなく分かってきてん。パスをカットします。アディショナルタイムに1分加えられます。トーマス・ミュラー。オッケーオッケーオッケー。終了のホイッスル。これもう、2094年終わり？どうと。難易度下げ、だから、2600年になろうが難易度は下げへっつったやろが！ガンバを見ろ、ガンバを。やかましい。オッケー。2094年終わり。2098年。俺たちは、ワールドカップ本戦出場を決めた。とんでもないことよ。またワールドカップに出てしまった。2098年。もう日本があるかどうかすら疑わしい。あるんか、日本。ないんちゃうか。そろそろドラえもんができる。ほんまにそろそろドラえもんができる。サッカーが何か違うものに変わってる可能性すらある。コントロールシュート、ループシュート、ファンシーシュート使ってみた。何ファンシーシュートって。そして、ガンバ大阪。ガンバ大阪。いいよな、名前が。名前がいい。ガンバ大阪やで。セルジオ越後153。やばいって。セルジオ越後、ついに153歳になった。お、松木安太郎も多分150超えてる。で、まだ都内で一人暮らししてるらしい。ストップ。スウェーデン、イタリア、フランス。やばい、地獄のグループに入った。まだあれらしいで一人で買い物とか行ってるらしい。しかも自炊してんねんて。すごいで。とんでもないわ。え、武田。二人とも元気やね。そらね、ガンバ大阪の優勝が見るまで、わしらは死ねんよ。言うてるよ。セルジオと松木は。だから優勝させなきゃいけない。優勝しなきゃいけない。一刻も早く。フランス初めてが、あ、フランス初めてかも。地味に。で、どうやったっけ？ウサミやな。もうね、パトリックは下げます。パトリック下げた方がなんかやりやすかった。すごく。倉田くんやっけ？誰やったっけ？ここ入れるの。フランスシード2らしいで。なら強いんか？強いんか？フランスは。エムバペ来るで。お！エムバペ来んの？パッケージ選手やんか。エムバペ。すごいんじゃん。めっちゃうまいんじゃんの。このグループ無理は4年後までです。青か、だからな。お前4年っていう月日を甘く見すぎやねんて。選手たちがこの4年間どんなに必死に練習してきたか。ムバペは今一番市場価値あるって言われてる。マジで。
よし。来い。スウェーデン、スウェーデンはどうですか。勝てます？ちょっと勝つわ皆さん。オッケー。勝つわ。任してくれ。すごい今のなんかどうやんの。オッケー。よし。ガンバ大阪オリンピックに出てないんですか。いや、ガンバ大阪はワールドカップしか出ない。スタジアムはすでに熱狂の渦に包まれています。サッカーファン待望の時間がやってきました。スウェーデンがガンバ大阪に。サッカーファン待望の時間がやってきましたやって。待望やろな。てか、ここまで来たらほんまに、なんか、お祭りやろな。こんなに勝てへんチームが4年に1回出るって。サッカーファンの皆さん、こんばんは。サッカー中継しゃ、2098年は、この試合へのワールドカップ、始まった。スタジアムのサポーターからも、ひしひしと伝わってきています。絶対熱。実況は西岡明彦。解説には、おなじみ福西崇史さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦フランスじゃあ何やだっけこれスウェーデンかガンバ大阪と戦います。ちなみにベンゼマはガチの犯罪者。何スウェーデンにベンゼマいんの。怖い怖い犯罪者も熱戦を期待できそうですね。よいしょよいしょ。三浦玄太ゆっくりパス回していこう。パス精度を高めていこう。日本の国技、パスサッカー。オッケー、いいよ。そう。パスはカットされます。一発目がミスだな。2014年、ガンバ大阪は国内の3冠を達成した J リーグで2つ目のチームになりました。いつの話言うてんの。なかなかできない記録ですよね。2014年やでよ。安定したボールさばきです。もう2098年やで。よいしょ。カットします。よし。こういう選手が注目を集めるのは当然でしょうね。オッケー、来た。ボールの存在感です。ボールタッチが非常に実践的なんです。ああ。技術の使いどころを知っています。今のところどうすべきやったんや。ほら、スルーパスできるかなと思ったけど。エミル・フォルスベリー。チャンスにできるか。よしよしよし。決まった。よしよしよし。違う。ここはどこ蹴ってんねん。ちょっと集中力を欠きました。どこ蹴ってんだ。今のはワンツー。今のワンツーか。ここでインターセプト。相手もでもパス結構。アレクサンダー・イサク。パスミスが多いな。よしよしよし。イブラってこの試合出てんの。え、イブラヒモビッチってスウェーデンな？見れるんちゃうの？俺好きやねんな。イブラヒモビッチ。見れへんのかなこれ。見れへんわ。よいしょ。スウェーデンには勝とうぜ。おい。ファルファン。ああ！こう、今の感じやろ？うおー、すげえ！これはキーパーのミスでしょうか。はい、あいつ。インターセプトされました。俺にボール投げてきやった。マルティン・オルソン。よし。よし。ドリブルで相手ゴールに迫ります。中央、中央、中央キープ。ゴール前にクロスが入ります。中央キープ。オッケー。ゴールゲット！決まった！イブラヒモビッチはリアルタイムで40歳。40歳か。オッケーオッケーオッケー。リプレイを見てみましょう。質の高いクロスでね。今のあれやね。お手本のようなゴールやったな。今のキックオフ学んでいきたいな。現在はスウェーデンがリード。ああいう感じね。高いボールで裏を狙った。ボールを回し攻撃のチャンスを伺います。決めに来た。ああ、キーパーが止めました。ああ、ファインセーブです。しかし、まあいいまあいい、攻撃できてる攻撃できてる。キーパーを褒めるべきでしょう。さあスウェーデンが攻撃します。
重圧かけて、重圧かけて、重圧かけて、うまっ。ヘディングはキーパーがセーブ。簡単にはゴールを破らせてくれませんね。ルカクとイブラ試合中に喧嘩した、絶対見たくないわ、近くにいたくない、ルカクとイブラヒモビッチの喧嘩なんて怖すぎるやろ。どっちも190以上やろ、痛いな。レフェリーやプレーオンも指示、アドバンテージを取りました。こういうことや、こういうことやねん、こういうことやねん。よーし、同点ゴールです。ガガガール、来たでー。あそこで打たれたらキーパーはなすすべがありませんね。今のあれはね、一回トラップで戻したのが良かったな、体の向きを。こういうことやな。よーし、いつぶりの得点やこれ。多分30年ぶりぐらいの得点ちゃうか。よし、とりあえず同点に追いついた。ボールを運んでいます。国民がもう溢れんばかりのアレクサンダー・イサク。うわー、すごい引き出しました。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。コーナーからエリア内へ。オッケー、このボールはディフェンスがクリアします。ああ、この位置でインターセプトします。いいところを見ていました。痛い、狙いは良かったんですがカットされてしまいました。そう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 、サイドにスペースがあります。ファーポストに入れた。ああ、くそ、クリアが小さい。これを守りきれるのか。これは PK です。やったー、ここでリードするですね。来た、 PK や。選手にカードは出ません。カードが出てもおかしくないです。そこまで悪質ではない。モロタで出ません。決める。 PK が決まれば1点リードです。よっしゃー、ガール。よし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 、おお、すごい、スタジアムが落ち着いて決めました。割れています。落ち着いていますね。ポーン、70年ぶりの複数得点や。もうお前、キックオフです。大阪とんでもない、道頓堀とんでもないことになってるぞこれ。これとりあえずな、焦るな。サイドが空いていますね。よしよし、このめっちゃでかい選手誰これ、こんなでかい選手おったか、うちのチーム。フォルスベリー、ゴー。お前な、取れよ東口、お前東口取れるやろ今のは。お前を70年ぶりにこっちは複数得点してんのに。リプレイをご覧ください。キーパーはボールに触っていますが止められませんでした。取れたよ東口くん。まあ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 、スタンドからは歓声とため息がこだまします。いった、ボールに飛び込んだ。よく見ていました。マジで待って、マジで待って、これも逆だよ、マジであかん。オッケーオッケー、しっかりしっかり守備、しっかり守備していこう、しっかり守備をしていこう、しっかり守備をしていこう、しっかり守備、絶対入らん、この位置だと絶対入らんから前に突っ込む必要ない。オッケー、危ねえ、危ない危ない危ない、マジで危ない。よかったよかったよかった。前半終了、スコアは2対2、ゲームはハーフタイムに移ります。よかったよかった、オッケー。でも同点や同点や同点や、ちょっと待って、同点やぞ皆さん、いけるぞ。後半はスウェーデンのキックオフからスタートです。オッケー、これ取った、甘くなったか、カットされます。
あ、パスミスった。さあ、今の浮かしてやったな。立ち上がりな。相手結構パスミスが多いから。クルゼフスキー。なんとか、相手のミスにつけ込んで。スウェーデンが入ってきました。ちょ、うまいって。突破した。よかった。なんかミスりやがった。びっくりした。ボールポゼッションを失います。あー、無理かー。フォルスベリーボールを持って上がります。あぶねー。形のクロス、東口がしっかり止めました。よしよしよし、よし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 。しかし最初のセーブが鮮やかでした。一回戻そう。完全にゴールだと思ったんですが、キーパーを褒めるべきでしょう。CPU が PK 出すことってあんねんな。リアルやね、このゲームは。いいパスが出ました。ここ守って、ここ、ま、中守ろ。 OK。 アレクサンダー・イサク、中守ろ。フォルスベリー、中守ろ。 OKOKOK、 いいよいいよ、いいいい守備、いい守備、いい守備。ボールを回してチャンスを伺います。いい守備、いい守備。大丈夫、サイドは大丈夫。フォルスベリー、オッケー。もうこいつらなんか急に強なったな。もうボールに触られへんって。うますぎるやろ。リプレイを見てみましょう。ボールに触れられへんねんけど、女。そしてこのフィニッシュです。ゴール前に折り返されたボールを見逃さずボレーで叩き込みました。いい反応でしたね。今のところポジションが上がってきた。舐めやがってっつって。しかしほとんど攻撃らしい攻撃ができないですよね。おいおい、ガンバ大阪と。同点に追いつくためにはもっとアグレッシブに攻めた方がいいでしょう。よし。三浦玄太、パスをカット。回した。攻守が入れ替わります。ずっとこっちがボール回しときたい。マルティン・オルソン。オッケー。ボールを失いました。オッケー。ああ、無理か。カットしました。ここはどうするでしょうか。いや、1点差ならでもな。1点差なら。わからんから。さあ、スウェーデンが攻撃します。クリアしよう、クリアしよう、クリアしよう、クリア、クリア。オッケー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 。かなりゴールに迫られましたが、これで危険は回避しました。ここしかない。クリアしよう。もう暑い。あー、強い。ノリに乗っています。うっそー、2点入れたらそれ以上取られる。よくニアポスト側に。うますぎる。キーパーはセーブできず、かなり悔しいんじゃないでしょうか。右サイド狙われてるな。狙われてる。日本が落胆の表情よ。ファルファン、このパスは読んでいました。ここはクリアして危険を逃れます。スーパーゴール。この水色の足の人すごい。スパイクの人。ここは決めたい。ドリブルで前に運びます。よいしょ。マルティン・オルソン、サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。しかし相手にブロックされました。よし、ブロック、ナイスブロック。中にいいクロスが入ります。ちょっとクリアが小さいか。よしよしよし、これは危ないですよ。危ない場面でしたが危険を回避しました。かけた。このパスはリンデレフがインターセプト。よいしょ、よいしょ。スウェーデンの最後のひらめきはどう出るでしょうか。くそ、絶好のチャンス。危ない危ない。オッケー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 。キーパーがボールを抑えた。プレス全然してない。プレス全然してないんか。プレス、プレスな。
クリアしません。オッケー。まだいける、まだいける、まだいける、まだいける。そう。よく見えています。このシュートはキーパーに防げましたね。あの距離のたまにそのキーパーが無茶苦茶な投げ方してくるの、なんなんこれ、スウェーデンのあれなんかな、すごいスローインになります。ボールをもらいに下がってきました。よし、正次元今のパスしてた、100キまでだ。今の俺蹴りじゃなくてパスか。いいパスです。視野が広いですね。もうこねた、ボールをこねた。今のは、今のまた悪い癖出た。よし、うまく読んだインターセプト。あくそ、サイドに空いたスペースを見逃しません。守備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 、フォルスベリアレクサンダー、守備守備守備、まだ攻撃、守備守備、うわうわうわ、5対2、5対2、5対2。今みたいなところで真ん中の選手スルーパス、オッケー。アディショナルタイムが1分増やされましたね。通りません。試合終了です。まあまあでも2点入れて、してしまいました。厳しい結果。やね。どうやろうねこれ。良かった点はあったけど、やっぱいかんせん。ちょっと点取られてしまいますね。イタリアね次。フライスルーが雑すぎる。サッカーファンの皆さん、こんばんは。こんばんは。今夜は絶好のコンディションになりました。白熱のスタジアムからサッカー中継をお楽しみください。インシニエ、グルヤン、インシニエ。解説には福西隆さんをお迎えしています。グループステージのこの一戦、めちゃくちゃサッカー上手い人。注目の試合になりそうですね。グループステージ突破には、コツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。うん、もっとプレスするわ。もっとプレスする。ボールが出ました。もっともっとプレスよ。積極的な守備でいこう。この前に出すぎないっていうのを守りすぎてる。出たロレンツ・インシーニャ。うまい。うまい、うまい、うまい。うまい、うまい、うまい。目の前からのシュートですから、反応できるだけでも大したものですよね。見事なセーブでした。ちょっとクリアが小さいか。危ないところにボールを運ばれましたが奪い返しています。押し来た、押し来た、これはいいロブです。チャンスになりそうだ。抜け出します。もう決まらー、決めろよ、ドフリーやんけお前。ようやくピンチを脱しました。サポーターもここが勝負どころと見たか。遅かった今の、声援が上がっています。今の遅かった、シュートもっと早くか。インシニエ、やばい。インシニエに戻します。インシニエ。インモービル。これは絶妙です。うますぎる、うますぎる。こいつ。パスが通った。インモービルが抜け出します。バケモンか。よく止めましたが、ボールはこぼれています。バケモンか、危ねえ。ポストの外に行ってしまいました。し。今のはコース。コースがある？後ろから掴まれてたから知らない。あ、そうなの。シュシェジョン、宇佐美隆、サイドを一気に攻め上がっていきます。いいクロスだ。あー、流れを切ります。リードを奪いたい。クリア、もう邪魔やな。もうゴール入れさせてくれ。ここはなんとかしのぎ切りましたね。なあ、頼ま。ボールを取りました。さてどうする。これでキーパーのボールですね。
おい何してんねん、ふてくされんなよディフェンス。リードインモービレ、おっと抜いてきました、インモービレ、もうインモービレ、インモービレの鮮やかな先制ゴール。クロスが遅い、クロス遅い。まあ、1点やったらいける、1点ならいける。持ち前のガンバサッカー見せてやろう、持ち前のガンバサッカー見せてやろうや。あー、これ負けたらあれやん、2102年やん、やばいやん。ついに世紀またいでしまう。ニコロ・ザニオーロ、クロスを狙ってくるか、打った、ポストに当たる。うまい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 、あぶない、鮮やかなセーブ。ショートコーナーを使った、よし、もう一度コーナーキック、ショートコーナーを選びました。オッケー、あ、わかった、ディフェンスのやり方わかった、とうとう。なるほどな、ディフェンスがクリア。ショルダー、ショルダーで近づきながら、ここで取り返す、ダッシュで一気に距離を詰めてボールを取りに行く、これやな。ニコロ・ザニオーロ、いいパスです、視野が広いですね。よしよし、いや相手チームも読んで、オッケーオッケーオッケー、今のプレーは失敗です、ね、おーし、イエロー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 が出る可能性があります、イエローカードが出ます、数的有利取っていこう、軽率なファールは避けたいですね、レッド行こう、レッド、すごい空中エリア外からガンガン肩入れていい、了解、インシーネ、インシーネ出た、インシーネ、この人やばいで、注目やで皆さん、インシーネに戻る、打ちに行く、オッケーオッケーオッケー、点差を広げる、オッケー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 、ゴールとはなりませんでした、シュートを打った判断は間違っていないと思います、はい、良かったですね。一回戻して、はい、宇佐美貴史、ああ宇佐美のパスがカットされました、高い位置でボールを取った、入れば同点ですが、うん、中の選手にクロスを入れた、あーカットされましたが、うわー、くっそー、クロスは今ので OK、 クロスは今ので OK、 これはよく追いつきました、ライン際でボールをキープしました、ドリブルで敵陣へ持ち込む、インシーネ、うまいパス、よっしゃ、よく止めましたがボールはこぼれています、いや、ハンドやろ今の、じゃあハンドやろ今の、これでリードを2点に広げました、今の攻撃が良かった、あ、ほんま、ボールを奪ったところからの組み立てが素晴らしかったですね、今のね、通りになったんじゃないでしょうか、アディショナルタイムに1分加算されましたね、ここはパスミスになりました、何してんねん、ボールを失います、まあ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 、スコアは2対0、ここでハーフタイムを迎えます、オッケーオッケー、険しい顔、2100年来ますか、やばい、このままやったら2100年行っちゃう、やばいぞお前、誰が想像した2100年ワールドカップのガンバ大阪が、現在リードしているのはイタリア、ありえへんやろ、後半の開始です、混戦になった時はこぼれ球に集中するしかない、せやな、インシーネに渡った、うまいってこの人、インシーニエ、ボールを回して前のスペースを探します、しかしキラーパスにはつなげられませんでした、よし、
やば、インモービル。インモービルが狙えた。危ない。強烈なシュートがクロスバーの上に飛んでいきました。ついてませんね。よいしょ。もう少し低ければ入ってました。組織がしっかり機能していますね。おい。しっかりボールを決めて決定機を作り、確実に決める。まだあと何点か取りそうな雰囲気があります。まずは1点返したい。からーキーパー反応した。ボールを弾く。くそー。プレッシャーをかけられても難なくトラップしています。ロレンツォ・インシーニェ、インシーニェには当たった。インシーニェ、インモービル、インシーニェ来るよ、インシーニェ来るよ、オッケー、溺れます。ナイス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 。これいいんじゃないか、このスルーパス。ここ、あー惜しい。シュートは大きく枠を外れています。コースを狙ってくるから、あーそんな惜しくない。もうちょっと内かな、もうちょっと中に入った方が良かったんかな今の。今ぐらいのテンポ、まあ、せや攻撃のテンポは、ここは相手の選手にカットされました。インシーニャ、よしよしよし、ディフェンスがブロック、ナイスディフェンス。ディフェンスはな、ちょっとずつ圧力をかけられます。ボールを取り返します。硬いな、いいパスです。視野が広いですね。インシーネにナイス止めました。キーパー、何がチャンスがあるのにテンポよくいけばこぼれて入ったりする。目の前で放たれたシュートをよく防ぎましたね。スーパーセーブです。シュシェジョン、よし、宇佐美隆、宇佐美、よっ、あそっちじゃないわ。いるところにパスを蹴ってしまいました。どこに蹴ってんの。守備守備守備、見事なロブパス、オッケー、これはオフサイドな。旗が上がりました。オフサイドの判定です。厳しいジャッジですね。完璧なタイミングだと思ったんですが、まあこういうこともありますよ。これはいいロブです。それはオフサイド、それはオフサイドよ、それは絶対オフサイドよ。上がりました。もう少し早いタイミング、もうちょっと早かったら裏取れてたな。取ればチャンスになっていたかもしれません。チーロインモービル、パスを戻します。インシーニェ、いくらもらってんやこの子。インシーニェ、なんとか追いつきましたね。60億ぐらいもらってんのかな。やっぱチャンスに繋がりそうです。シュートのチャンスだ。危ない、キーパーが止める。これはスーパーセーブでしょう。 CPU が走るタイミング計らんと、はい、せやな。あのキーパーじゃなければ確実にやられていたと思います。しこのカットは大きい。しっかりと奪いました。ゆっくり、しっかり。の形に持ち込みつつあります。オッケー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 。なんで、なんでやんなんで入んって俺の炎のシュートが入らへんね。得点差もさらに広がります。ふざけてるわサッカーって。力の差が見てわかります、ね。俺の炎のシュート入らんぐで、なんであんな軽く打ったシュート入んのよ。おかしいやろ。こっちどんだけ気持ち入れてると思ってんねん。このパスはカットされました。チーロインモービル、違和感を感じるね。カウンターを狙います。俺は上がっていけるか。オッケー。カウンターからゴールを狙いましたがボールをキープできません。チーロインモービル、チーロインモービル、チーロインモービル、あがー、このボールを止めるのは終わる。2100年になってしまう。完璧
璧なタイミングでスルーパスを通しましたね。素晴らしい抜け出しからしっかりと決めました。俺の想定では2100年までには絶対優勝できると目論んでたのに。宇佐美貴史、ディフェンスに奪われませんってことだ。相手に渡ります。はボールをキープして自ら勝負します。もうやりたい放題やな。見てる人の気持ちとか考えへんねんな。映像が来ました。ボールを奪ってから映像が来ました。ちゃうわ。相手は対応が遅れています。見事な得点です。おい皆さん、補強するとしたら一人補強できんねん。100年に1回補強していいって国から言われてるから。補助金が下りるらしい。誰補強するなあ、誰がいい。さあ自ら持ち込んでいく。よいしょ。よし、ファルファン。よしよしよし。ここはクロスのチャンス。クロスが足りないか。あら、スーパーシュート。キーパーが死守。トラ。アディショナルタイムに2分超えられます。くそ、主審が試合を止めました。選手が負傷したようですね。うわ、汚い。これは無念の交代となりそうです。遅延やろこれ。プレーに戻ることができません。絶対遅延やわ。心配ですね。大きな怪我でなければいいんですが。ドロップボールで試合再開です。ちなみに2102年はフォールアウト76の世界。マジかよ、地球滅んでるやんけ。試合終了です。アウェーチームが勝利することはできない。また今年も無理やった。2098年も我々ガンバ大阪2098年敗北した。しかし2102年ワールドカップはまだある。おい、ちょっと選手置けよ。これあかんわ。とんでもないことや。まさか2100年になるとはな。2102年ワールドカップグループ予選。いやね、2102年ってどこで買えるんだっけ。これカスタマイズか、チーム編成、クラブ移籍、これやな。ちょっと誰入れる。一人だけやで。ほんま入れていいの一人だけやで。このイラン武田いるやろ。これ抜いて。何がどうやってこれ移籍すんねん。そんな移籍言うてな、大層な。外人でもええんか。いや外人じゃあかんよ、やっぱ日本人やろ。新しい選手作成しよう。あ、そうする。選手作成するか。じゃあディフェンスの武田作ろう。もう実在選手やったらまだややこしになるからな。あ、ディフェンスの武田か。ディフェンスの武田か、もう一人の、あれがどっちがいい？言うて、俺が今使ってる武田も、総合戦力78でそんな強ないねんな。全然、だってメッシとかさ、クリロナとか90やろ。どっちがいい？おい、千年後に最終的に全員武田になるかもしれん、これ。3000年でドリーム武田。俺3000年までやったらドリーム武田チームになる。中盤以上のキャラ作らんと点入らんぞ。ディフェンス入れるなら普通の日本人選手の方がいい。オフェンスの方がいい、やっぱ。オフェンス武田？身長高いトップ下の武田作ろう。ありやな。そうや、身長高いトップ下の武田作ろうや。それあれや。それありや。ビッグ武田。ビッグ武田作るわ。
見にくいな。ビッグタケだ。なになになに。あ、なるほどな。名字と名前で変えなあかんで。トップ下してるよ。あこやろ、あの、あそこの下やろ、宇佐美がいたとこからさっき。ビッグタケだ。ちょ、マジでやばい。想定外や。登録名。ビッグタケだ。こんな時代になるとは。ビッグタケだ。名前は？ビッグってあるんかな？ないよな、さすがに。なんかええのないかな？ビッグ、ビッグ、ビッグないか？ビグリア。ビグリア！ないか？ファルファンで行くか？ファルファン何匹おんねん？ないよな。ベック、あ、ベックね。ベックありや。ベント、ベック、ベック、ベル。ベックフォード。あ。ベック。ベック、ベックええやん。ベック。ユニフォーム名。ユニフォーム名、ビッグだけだ。ナンバー8。日本。チーム。これはとんでもないぞ。ついにはね、国も動き出したね。しびれ切らして。ガンバ大阪。1992年。いや、これビッグ武田はね、ファルファン武田を見て、サッカーをやり始めたらしい。2002年生まれ。4月16日。よし。ボディ！うわあ、すげえ。ビッグの名にふさわしいわ。ビッグだけだ。2メートル100、2メートル体重110キロ。やば、バケモンや。ビッグだけだ。フォワード、ゴールキーパー、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパー、フォワード。え、どっちや、ミッドフィルダー？トップ下ってミッドフィルダーでいいんか、フォワードでいいんか、どっちや。これビッグだけだ、やばいぞ。フィジカルモンスター。フォワードや。フォワードね。右足でいいよな。能力。最初の能力マジで弱いんで、逆足は4ぐらい出るな。でな。ただあれやな。本家の武田より強くなるのはちょっとまたあれやから。と、起動は、ディフェン、何が必要な、これ。ドリブルいるな。ビッグだけだ、やばいぞ。ドリブル80。だいたいあれやっけ？ 80 必要なんやったっけ？基本、基準。50とかクソ弱いねんな。よし。パワー。ビッグだけだのパワーはえぐい。シュート力99。ビッグだけだやから。スタミナもえぐいよ。ビッグだけだやからね。フィジカルもえぐい。なんだって。ビッグだけだやからね。これは、バケモンが生まれた。マジでこれで世界取るからな、俺。し。足、普通の武田より弱いのは、強いのはあれやから、80にしとこう。よし。そんな、チートじゃ、でもさ、正直、実在の選手でもう、これぐらいのやつおるよな。さすがに99はおらんのかな。クリロナとかあいつやばかってんけど、ほんま。やつ。ゴールキーパー、オフェンス、クロス、ボレー。スライディング1ね。もう、どの武田もスライディングだけ、マジでクソ弱い。タックルマックスにしよう。マラドーナとか基本全部95とか。やばいな。
しゃあ。ビッグだけだ。嬉しい。あまりにも。やっぱ戦力の差は感じてたからな、正直。80年ぐらいから。それまでは絶対いけると思っててんけど。蹴ってる90にしよう。ヘディング90にしよう。隣のやつ足遅かったの。クソ遅いねってあいつ。オーケー来た !100 年に一人の逸材が、ついにガンバ大阪に来た。名前はビッグだけだ。これは、お前、マジで絶対勝つぞ。ほんまに舐めるなよ。オリジナル超えてないか。まあ、一応本家の武田の DNA から作り出したあれやからね。クローン的な存在やからな。ビッグだけだ。よし。これはえぐい。これマジでえぐい。顔どうしよう。顔インポート。これ俺の顔？これ俺の顔？こんな顔してた俺。ビッグタケだや。これがビッグタケだやで。これか？もう顔何でもええわもう。ビッグタケだ、眉毛揃おうぜ。調整。よし。髪型だけビッグにしてくれ。せやな。確かに分かりにくなるな、これな。髪型変えたら分かりやすくなるな。ビッグだけだ。ビッグっぽい髪型にしよう。おお、すげえ。いいやん、これ19号みたいで。ビッグだけだ。いっぱいあるわ、髪型。あ、これええやん。これビッグだけだやで。うおはは、来たー。いかつい。金髪にしよう。これはえぐい。ビッグだけだ。ビッグだけだだ。うわあ、それがビッグだけだや。何がビッグだけだやね。くだらん。ビッグだけだや。ビッグだけだや。30のいい大人が。しゃあ。来た。はい、勝った。これはもう勝った。ビッグだけだ、来たよ。マジで勝つからな。ちょっとほんまにちょっと、やばいって。なんで1日目決勝出れてもうてんだ。あそこでさ、決勝出れてもうたからさ。あ、ビッグだけだ、待って。ビッグだけだ、でも総合力74やねんけど。で、クリロナとかやっぱおかしいって。総合力90って。あいつら。あいつらやっぱおかしいね。し。やるしかねえ。でもやっぱ本家の武田よりはな。オッケー。身長でかいのはでかいよ、でも。決定力と攻撃ポジションが低いから。なるほどね。でも、普通の選手よりは強いよな。とうとう、来てしまった。なんと、2102年。やばいね。未来感がえぐいね。なんと、2102年。ガンバ大阪。
ワールドカップ出場決定でございます。これは素晴らしいことです。とんでもないことですよ。とんでもないことですよ、これは。オーストラリア。しゃあ。え、でもさっきの試合も割と良かったよな。実力はね、だんだんついてきてるから。これに100年に1回の国からのご褒美で。ドン！オランダ、ルーマニア、アイルランド、ガンバ、大阪。お！オランダはいるけど、悪くないかもしれん。ルーマニア、アイルランドってそんな強くないでしょ。やるしかねえ。まず、トップ、武田。で、トップ下、ビッグ武田。で、どうします？フォーメーション。武田とビッグ武田を生かす戦術でやっていきたいんだけど、どうしますかね？442?ツートップで行こう。ツートップで行くか。ツートップやったらどれや ?5212。こんな難しいか。523? 違うな。どれや ?442?442 かな。442やな。で、こうやね。武田、ビッグ武田。これで行こう。ファンダイクとぶつけるならビッグトップ。やばいって、ファンダイクとビッグ武田ぶつかったらもうお前、とんでもないことになる。で、左が、宇佐美やんな。ここ宇佐、いや、ちょっと、お、強くなった気がする。いいよ。楽しいよ。これいいぞ。で、ここを、ここ誰や？右メシのかな？逆か？庄司。ここ藤原。こう、庄司。よし。武田、ビッグ武田。宇佐美、メシノ、斎藤、で、これが、ジュセ、藤原、庄司、オッケー！しゃー。いや、選手層が厚なった。一応パトリックと、パトリックだけ入れとくか。オッケー。さあ行くぞ。2102年ワールドカップマジで決める。ちょ、マジで、ほんまにね、なるほどね、長押しすればするほどこれ威力高まるけど、いろんなところに行くよってことな、これ。なるほどな。そういうことやったんや。だから威力弱かったんか。俺。ただ強すぎたらめっちゃ、いらいとこ行くんやな、これな。よし。私たちの眼下には鮮やかな緑のピッチが広がっています。おい！そしてスタート。これは大勢のサポーターで埋め見えたか、お前今。今日は一律吹田サッカースタジアムからお届けします。相手震え上がってるぞ。ビッグだけだ。スタジアムはすでに大歓声に包まれています。
パナソニックスタジアム吹田へようこそ。実況は西岡明彦、解説には福西隆さんを。あとしかない。でかい。グループステージのこの明らかに一人でかいやつがいる。すげえこれ。わ、めっちゃわかりやすい。福西さん、存在感がえぐいビッグだけだろ。そうですね。グループマジでちょっと。コツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今までの熱戦を期待できそうですね。10時間以上、この3日間をな、ぶつけなあかん。だ、まずね、ただね、流しています。あれやね、プレオンです。守備やね、攻めに出ます。おい、ビッグだけだ。いや、でかすぎて体操れてないかな。あ、くそ。タックルが決まった。オッケー、いいよいいよいいよ。はまっすぐ相手に渡ります。はいはい。ああ、国内でもタイトルを積み上げているガンバ大阪ですが、2008年はアジアを制する活躍ぶりでした。いつの時代や。ヨーロッパのトップクラブとも対戦がありました。ほぼ100年前。正面から攻め合うガンバらしいサッカーを見せていましたね。よしよしよし、来た。ベックいいね。ガンバ大阪の攻撃です。ガンバ大阪、ボールをうまく動かしてチャンスを狙います。仕掛けてくるのか。チャンスにできるか。あー、マジかよ。オフサイドかよ。オフサイドです。今いい感じやったのに。シュートの振り方。今俺あれ出てた、コネコネサッカー悪しき風潮。100年経っても俺まだコネコネサッカー抜けてないの。よいしょ、まだこねてんのか。ボールを前に運びます。オッケー。守備いい。マジで守備いい。相手からチェックされています。よし、来た。よく見ていました。おら、完全に枠を外れました。いいよ。狙いはわかりますが、これでは入りません。いいよ。とりあえず打てばいい。打とう。シュート力あるから打てばこぼれる。せやな。うん。ディフェンスしっかり。ディフェンスしっかりね。ボールを持ち込んできた。ディフェンスしっかりね。ルーマニアどう出ますか。ニアサイドへ正確に飛んできました。狙いは良かったんですが、いいぞ、守備いいぞ。こっちのボール持つ時間の方が長い。何してんねんそれ。危ないな。高い位置でカットしました。読まれてた。プレスが効いています。振り抜いた。よし。東口がセーブ。オッケー。それ怖いからやめて。藤原ひろき。一回。武田にドリブルされてビッグだけだ。いや、せやねんな。ビッグだけ、じゃあ武田がさ、背がないからさ、背ちっちゃいから、浮かしたボール、絶対競り負けんねやんか。主射場。逆の方がいいんかな。宇佐美隆。いった。今のプレーは失敗でしたね。よーし、イエロー。可能性があります。今のファールにカードの判定。レフェリーはよく見ていましたね。OK。ここからどうするのか。ああ、向き間違えた。ゴールキックから再開です。くそー。ビッグと武田の位置変えた方がええんかな、これ。俺が結局この手前ばっかり。そうするか。これ今変えていい？こうするわ。俺結局逆方向。田瀬。よいしょ。慎重なパス回しです。
しっかり見えています。ここはクリアした。クリアせーよー。もうまあまあ1点1点1点ゴールシーンをリプレイでご覧ください。1点1点1点キーパーはうまく反応しましたがシュートが上回りましたか。全然な、1点ぐらいいけるよ。よいしょ。正次元でディフェンス後ろに下げら させて OK。 ここまでのポゼッション率を見ればガンバがボールを支配していることが分かります。しかしほとんど攻撃らしい攻撃ができていないんですよね。うるさいな徳西さんは。徳西さんはほんまうるさいな。徳西さ いな徳西さん。ガンバが攻めに出ます。ベック、あーベック攻撃はここで止められます。ここは庄司がうまく読んだ。よいしょ。ほらよっしゃ入ったゴールゴールほら見たか。これがビッグ武田や。どうだこのあまりにもでかい。落ち着いてゴールした。今の良かったわ。俺いつもやったらここで俺もうシュートしてたんですけど、中にパスパスの意識で。よし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 。選択肢増えたのがでかいな。多分今までもうほんまパトリックとか遅くてあそこまで来れてなかったんな。これでルーマニア。あかん、来る。ちょっと待って、そんな言うてる場合ちゃう。ここでもいつも点入れられんねん俺。アドバンテージを見ているようです。ゴール入れてから入れられんねん。いつもそうやねん。スルーパスが味方に通る。もう危ない。危ない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 。一旦危機を出しました。このコーナーは誰に蹴る。クリアせ。危ねえ。ピングは大きく外れました。フリーにさせてもらえませんでしたね。これさ、やっぱあれや、あるよな。こっちが点取ってから相手の攻撃急に厳しなるのってあるよな、これ。よいしょ、よいしょ、お、うまい。アディショナルタイムに1分加えられます。だから絶対点取ってから、いいボールを送りたい。くそして危険を逃れます。点を取った後、マジで注意じゃな。レフリーの笛が鳴って前半終了。スコアは1対1。オッケー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 。よし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 。前半いやビッグええよ。活躍が目立ちました。ビッグだけだ。いきなりシュートや。ゴールは大きかったですね。喋ってるなんか。ゲームを振り出しに戻しました。こいつ喋んねんな。後半もチームを引っ張ってくれるでしょう。ベック能力高いの。いや残念ながら俺より低い。俺が78でベックが74。だ武田。でも。何？尖ってる能力やから悪くはない。スコアは同点のまま後半の開始です。本戦行こうぜ。ちょっと決勝リーグ。90年ぶりの何？これは通りません。あ、オフサイドか。しかし積極的に狙っていきます。オフサイドになります。まあしゃあないな。あ、入れ替えた方がいいかなこれ。ちょっと待ってな。田中ゴール前はしっかり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 。あ、やばい、スルーにされたってけ。あー、おーよかった。あぶねー、東口ありがとう。なんとかしのぎましたね。よしよし。あの状況で失点せずに済んでサポーターは胸を撫で下ろしているでしょうね。今の上げたらよかったな。また相手にチャンスを与えないようここは流れを引き寄せたいところです。田瀬しっかりボール取れ。くっそ硬い。ここから狙うのか。
うまい。マイナスのうまい、うまい、うまい、うまい。やばい、やばい、やばい。試合は同点のまま進んでいますが、ここはコーナーキックになりました。勝ち越しのチャンスを大事にしたいですね。マジで。これはクリアしきれていません。おっしゃ、ナイスクリア。ここはしっかりクリアされました。決まるか。くう、怖い。きたー。あー、危ない。あのダイビングセーブ。危ない、もう。いやー、ファインプレーですね。短くパス。攻撃の流れを切ります。ボールを持ち込んできた。ルーマニアどう出ますか。取れ。痛い。ここはうまくボールを取りました。じっくりとパスを回しています。ゴールをこじ開け、均衡を破りたいところ。やっば。スキーパー、ゴールを割らせません。苦しいよ。苦しい。ボールはゴール前へ。よし。ボールをはっきりクリアしたい。カウンターのチャンスです。引いて引いて引いて。裏までしっかり見えています。あ、苦しい。止めました。苦しい。攻められ続けてる。ボールを入れた。なんとか取ってよかった。よいしょ。一回な。どこ蹴ってんね。まあまあまあ、ええわ。ピッチラインを割りスローインです。選手がピッチに入ります。来るぞ、これまた。チームが攻勢に出てから、もう10分以上になるでしょうか。チーム全体が乗ってきてますね。効果的に攻められているので、このままなら勝ち越しゴールが生まれるのも時間の問題でしょう。よっしゃ。このパスはカットされます。よし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 。ああ、通らんか。じりじり行こう。じりじり行こう。じりじり行こう。パスコースを。いや。チャンスにできるか。おっと、ボールは相手に渡ります。いやー、苦しい。打ってきたー。よいしょ、危ない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 。やべ、敵めっちゃ攻撃力が増してる。えぐい。苦しすぎんだけど。よいしょ、よし。あ、それはオフサイドちゃうか。さすがにそれはオフサイドやな。チャンスになりそうでしたが、これはオフサイドです。裏に抜け出すのが早すぎましたね。狙いは良かっただけに惜しいプレーでした。よいしょ、よし。守っていけ。ルーマニア得意の形でゴールを奪えるか。守れ。ここからどうするのか。オッケー。これは強烈なタックル。よし来た。よし来た。ちょっと強すぎたか。ゴール。未だ危険な状況です。待って。一回後ろ、一回後ろ、一回後ろ返して、狙える位置です。上げて、クロスが通ります。しかしオフサイドの判定です。マジか。惜しいプレーでしたね。ああいういいクロスをどんどん上げていくと得点につながりそうな気がします。出てたな。ルーマニアの選手に交代があります。合わなかったな、呼吸が。スコアは同点。時間もほとんどありません。ルーマニアどう出ますか。よし、相手がボールを奪い攻撃を止めました。アドバンテージを取りましたが、遅れてファールを取りました。オッケーオッケーオッケー。選手交代を考えているようですね。審判は警告にとどめましたね。またやぞ。同点やからね。出ませんでしたが、次は分かりませんよ。うわ、通らんかった。一回返そう。読まれていたか。
だあ、どこやってんねん。インターセプトしました。ゴール前はどうでしょう、ルーマニア。守れ守れ、守って、危ねえ、危ない、いやよくあそこに来ましたね。やばい、ちょっと守ろう、もうもう時間ない。ショートを選ぶ、よしよしよし、もうもうえ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 、守れ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 。ショートコーナーだ。さあどうする、いい位置です。自らボールを持ち込んでいきます。マリン守れ、勝ち点1、よっしゃ。どこから崩すのか、よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ、オッケー、よかった。ここでホイッスル、グループステージ、ああ苦しかった、よく守った。グループステージを戦っていくには久しぶりの引き分けや。ですが、オッケー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 、勝ち点1、勝ち点1。苦しかったな。オランダが勝って、ルーマニアとガンバが勝ち点1か。で次オランダが、オランダやね。もう結局オラ、いやでもビッグ加入聞いてるな、これな。マジで。何してんのこれ。何してんのこれ。ああ、なるほどな。俺。俺。クロスむずいよね。ファンダイク対ビッグ。激闘前に観客席には大勢のサッカーファンが詰めかけています。しゃあ行こう。パナソニックスタジアム吹田へようこそ。高さが生かされて、せやな、ビッグの高さが生かされてないから。解説には福西隆さんを迎えしています。グループス逆かい。いやまあこっちでいいか別に。ステージのこの一戦、手前から持ってきたよ。ガンバ大阪がオランダと戦います。グループステージを勝ち、最初最初ほんま引き締めろ。さっきの守備で、さっきの守備で、さっきの守備を。ここから中に折り返したい。ここはしっかりクリアしました。おら、おお、ファンダイクとビッグがぶつかり合った。ダレイブリント、とんでもない迫力。フレンキーデヨング、ボールはフレンキーデヨングへ。ボールを回します。ここからあかんで、そんな後ろから削りにいったか。ベグホルスト、フレンキーデヨング、2メートル超えの打ちに行く、入った。早くもスコアに動きがありました。うそー、改めて見ても見事なパスワークでしたね。テンポよくフィニッシュまで持ってきました。ボールの軌道変わったか。まあまあまあ、1点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 よ。さっきも1点追いついたよ。あてあてコース変わったな。宇佐美隆史、よかったんじゃんか今の。おい、ビッグお前当たり負けてどうすんねん。おお、すごい、大股、威圧感がえぐい。ダンフリース、デリフトに渡った。ステフェン・ベルハイス、お前は当たり負けて、やば、抜かれた。ボールは相手に奪い返せるか。よっしゃ、フレンキーデヨング、やっぱオランダクソ強いわ。シュート、リードを広げるチャンスでしたが、このシュートは惜しくも外れました。前が空いたのでいい判断だったと思いますよ。あとは精度だけでしたね。ここは通しません。うん、同点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 。ステフェン・ベルハイス、ボールを運びゴールに襲いかかります。守って守って守って、ここからどうするのか。 OK、 オフサイド。ここはオフサイドの判定です。
ゆっくり行きましょう。よし。オッケー。サイドを使ってきました。上げるぞ、ビッグ。ビッグ上げるぞ。ニアサイドへのクロス。ああ、もうちょっと高くさひるな。相手のキーパーにキャッチされました。少しキーパーに近かったようです。サッカーで2メートル超えてるやつっておんのか？フォワードで。イブラヒモビッチとかでも190とかやろ。チャンスを伺っています。ベルハイス、デパイ、危ない。まだプレーは続いています。あ、まあ決まった。2度目のチャンスは見逃しません。勝ち点1取ってるから、ここ点差2以内や。負けるとしてもな、ちょ、決勝リーグに行けるから。ファルファン、ファルファン、ファルファン軽やかや。ベック、ベック、いやマジでオランダがクソ強い。持ち時間が多くなっています。選手同士の連携がよく取れていますね。この状態が続くならさらに得点するのも時間の問題じゃないでしょうか。オッケー、マイボーマイボー、クルで止めました。マイボーマイボーマイボー、よっしゃ。ボールはラインを割っています。コントロールを誤ったようです。ファルファン、あー、うまいね。ボールを持ちます。うまいスライディング、軽やかすぎんねんって。うまいって。なんでそんなポン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 前に出せんねん、これ。デパイ、デパイへ、デパイに絶好のチャンス。デパイ、あぶね。これさ、 FIFA の、これってほんまに FIFA って e スポーツやんだったっけ。プロレベルの人ってほんまこんな感じの動きするのかな。相手が寄せてきます。ピンチを逃れ、サポーターから大きな歓声が上がっています。おっと、裏を取りに来ました。やば、あ、ミスった。ミスった。うまくキーパーのミスをつきました。なんでんのよ。ここはキーパーの痛すぎるミスです。このプレーは痛いですね。このショック。こんなもんじゃない。こんなもんじゃないの。サッカーちゃうやんけもう。一方的な展開になりそうです。諦めるな。諦めるな。どこへ出すのでしょうか。メンフィスデパイ、マジでワンツーがやばい。なんとか追いつきましたね。チャンスにつながりそうです。フレンキーデヨング、オッケー。このパスは読んでいました。あーん、カットされます。メンフィスデパイ、ブリント、おい、クロスを狙ってくるか。おい、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 ベルハイス、詰めてけ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 、出てない、出てるんちゃうの、出てないの、出てるやんか。ブリントへ、出てるやろ。ベルハイス、オッケー。これはオフサイドです。まあそうなるでしょうね。パスが出たタイミングで戻りきれていませんでした。受けても出してももっと集中した方がいいんじゃないでしょうか。よし、ボールを狙ったタックル。フレンキーデヨング、このボールは決定的。ナイスだ。できません。東口君ナイス。ここで失うのはまずい。よし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 、アディショナルタイムに1分が追加された。よし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 、ボールを持ちました。何をするんでしょうか。オッケーオッケーオッケー。前半が 3-0 で終えよう。あかん、そんな消極的な。監督が何言ってんねん。 4-3 で勝とう。プロの試合見ればいかにパスゲーかが分かる。やばいんやろな。今度はガンバ大阪ボールです。もうビッグだけだ。こっからシュート打った入らんかこいつ。よいしょ、ベック、ベック来た。パスで裏を狙います。チャンスになるか。一回回して、ここはクロスでしょうか。回して
回して、あら、あ、ファルファンなんでボールを見捨てる、いい感じだったのに。ここで奪われました。カウンターのチャンス、ここは決めたい。ちょっとやめてください。メンフィスデパイ。やめてください。ベグホルストに渡った。オッケーオッケー。相手のチャンスをディフェンダーが潰しました。よしよし。よし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 。上がれ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 。いつだ。何してんねん。デパイ。オッケーオッケーオッケー。高口。オッケーオッケー。ボールは止めただけ。よし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 。上がれ上がれ上がれ。おい、何してんねん、もう。もう。シュート。危ない。オッケー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 。キーパーのナイス。多少雑でもビッグに回せばキープしてくるはず。了解。ショートコーナーをとりあえずビッグに回す。よし。コーナーからのやり直しです。とりあえずビッグや。ビッグ、聞いてるか？とりあえずお前に回す。この位置でカットした。お、危ない。サイドコーナーです。もうええてコーナー苦しいんだが、これ。苦しいんだが。パスを戻します。ベグホルスト。よし。このシュートはキーパーが難なく処理します。よし。よし。もう、もう。ビルヒル・ファンダイク、ビッグに回せよ。おい、ビッグいじめられてるやんけ、ボール回されて、かわいそうに。ベグホルスト、オッケーオッケー、ボール取ったぞ、奪った、ボール取ったぞ。ブリントここにいます。激しく、よっしゃー、マイボー、スローインです。ファルファン、お前何してんねん、このでかいの、でかいの体でかいだけで、ビッグビッグだけだ、ミスったんじゃん、これ。オッケー、ボール取ったぞ、ボール取ったぞ、ボール取ったぞ、いけ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 、ボール取ったぞ、おら、ここはシュートチャンス、キーパーおらんぞ、もうくっそ、デリフトへの激しいチェック、くっそ、メンフィスデパイ、絶妙なロブス、ああ、チャンスになりそうだ、グラフェンベルフ、味方の位置を確認する、ショートパス、おっしゃ、ボール取ったぞ、どこから攻めるでしょうか。あ、いい狙いやねんけどな、ちっちゃいな、あの子ちっちゃでボール取れへんな、上げても。ステフェン・ベルハイス、何をしてくるのか。でもええ、いい感じ、いい感じ、攻めてはいる、攻めてはいるし、守れてもいる。メンフィス・デパイ、何を狙うのか。オッケーオッケーオッケー。このシュートにキーパーは反応を見せません。明らかに外れそうでしたからね。選手を交代するようです。ビッグだけだ、フィジカル弱いな。ビッグだけだな、デカさの割にペラいな、あいつ。思ったより。くそ。狙われています。ボール取っていこう。先ほどのタックルで、よしよしよし、そらむちゃくちゃ、キーパーはボールを、そらむちゃくちゃ、そらむちゃくちゃ、枠には飛ばないと判断したようですね。ここは、OK、そらむちゃくちゃ、そらむちゃくちゃよ、君、君が誰かわからんが、強烈なシュートで積極的、これ後ろの観客危ないよな、いつも思うんだけど、サッカーって相手からプレスをかけられています、怪我するで。来た、ベック、ああ、このパスは簡単にカットされました。いった、ナイスディフェンスです。審判見てないんかよ、 P
PK やろお前。カウンターのチャンスです。どう考えてもこのロブはキーパーに渡った。よし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 。PK やろ審判今の。ベルハイス決められるか。相手チームクロスをブロック。オッケー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 。出た、はい出た。これあれやろ、いつもの審判やろ、このロン毛の。もう数百年この審判に苦しめられてんね俺は。どこがイエローやねこれ。正当やろ。軽率なプレーでしたね。俺あのロン毛の審判嫌い。ダメ押しとなる PK です。これを決められた。ポストに当たってラインを割りました。貴重な PK でしたがちょっと狙いすぎましたかね。プレッシャーやね、俺がワールドカップの、ワールドカップのプレッシャーにやられたな敵よ。いったファールやろ。このタックルはファールを取られます。レッドカードや。カードもあるかもしれません。主審がイエローカードを提示。近くで見ていましたね。あー、ここはクリア。なんかオランダ相手に浮かしてやめるわ。もうこう身長差で勝てんわ日本人。ビッグしか勝てへんわ。ドリブルで果敢に攻め込みます。シュート、このシュートにキーパーが飛びついて反応しました。3点差でプレッシャーかかってるんか。それはやっぱな、 PK っつったらなプレッシャーかかるもんよ。ビッグだけだ見せ場なくないですか。ビッグだけだね、思ったよりね。ビッグだけだな。なんやろやっぱ74って弱いんかもしれへん。あんな強くしたのに。まあでもオランダ相手に 3-0 やろ。でさっき 1-1 やろ。勝ち点 6-4-1 やから、アイルランドに勝ってルーマニアが負けて勝ち点差、得失点差か全ては。いやな。オッケーオッケーオッケー。次勝てばええね。次勝てばええね。サッカーファンの皆さんこんばんは。サッカー中継の時間がやってきました。この試合への期待の大きさがスタジアムのサポーターからもひしひしと伝わってきています。ビッグに高い球上げたらええんちゃうか。でビッグあれはもう高い球のとこおらんねん。ビッググループステージのこの一戦、大一番を絶対警告で、警告出るかな。あの警告、あなたはトーナメントで負けました。すごい試合になりそうですね。何が警告なんかわからない。コツコツと勝ち点を積み上げていかなければなりません。今日も熱戦を期待できそうですね。これやんな、やりたいな。これやね、ビッグに今のセンタリング上げてヘッドでヘディングで決めてもらう。これを続ければ絶対にビッグの元に行く。ロビンソン、よし、クリーンなタックル、ボールを奪いました。痛い痛い痛い。アイルランドは初めてやな。強いんか。サッカー強いイメージないけど。ファーサイドにクロスを入れてきました。ロビンソン、オーケーロビンソン。主審は迷わずペナルティースポットを指差します。ちょっと待って待って待って、これで試合があれなんかな、ようなことにならなければいいですね。選手が勝手にやってる節ないか。さらにイエローカードも出ます。なんでそんなことするの。軽率なプレーでしたね。あとは PK、 意味がわからん。俺は問題です。俺は意味がわからんよマジで。先制点のチャンスです。決めておきたい。おれ、おれ、いつもこの選手ちゃう。あいつ悪いな、ちょっと。ちょっと指導じゃなあかんわ。これは素晴らしい。一回切り返して。今のところどう？ビッグにセンター上げた方が良かった？どうすか？枚数多かった気がしてやめてんけど。前に進んでいます。よし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 。よし。いい攻撃を見せましたが、ここでボールを失います。
ッケー、オッケー、ベック、ベック、ベック来た、見えています、ワン、これはいいボール、ツー、あー、ファインセーブでチームを救います。いいよ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 、今のワンツーやな、ショートパス、ショートパスで、目を撫で下ろしているでしょうね。また相手にチャンスを与えないよう、ここは流れを引き寄せたいところです。パスを回してチャンスを伺います。ボールを前に入れられるか、さあリードできるか、ここからどうする、ナイス、ここはゴールキーパーの好判断、今のやな、今のやな、よいしょ、ワンツーパスね、あー何してんの、ドリブルミスった、ビッグが全然輝いてないミスってる、これ絶対ビッグじゃない、ガンバ大阪に必要なのはビッグじゃなかったんや、得意の形に持ち込みつつありますアイルランド、ロビンソン、よいしょ、危険なエリアでしたがインターセプトしました、よし、あ、取られた、このボールは重要です、でもビッグはもう俺らのチームメイトやから、敵陣へボールを運ぶ、よし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 、行こう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 、ああもうボールはどっちだ、後ろやったな今のは、味方に出すでしょうか、キーパーな、キーパーでも東口くんいるやんか、チャンスに、東口くんって強いんか、ちなみに能力的には東口くんって能力的には強いんか、うまくフィニッシュまで持ち込んでいましたね、シュートを打った時点で、うわうま、マジか、そこで軌道変えてきよった、よいしょ、そんな強くはないんや、ファルファン、ファルファン、ファルファンはほんま使いやすい、でよ、危ない、ここはレフリーがアドバンテージを見ています、一回後ろ下げて、はい、入れて、あーもう違うな、そのパスミスや、ここまでのポゼッション率を見ればガンバがボールを支配していることがわかります、ただ決定機にまで持ち込めていないんですよね、お前ポゼッションは 55% や、ほど苦しくなるのでもっと積極的にゴールを狙っていった方がいいんじゃないでしょうか、ポゼッションは勝ってるぞ皆さん、いいカットです、それがいいんかどうかはわからんけども、さあどうする、あースーパーセーブです、もうなんで止めんねん、こいつ、どうも入ってるやろ、入ってるやろ、入ってる、入ってるよ、ゴール前に入れた、このボールはクリアされました、このシュートはブロックされます、高精度シュートしたらそれやめた方がいい、嘘、衝撃の事実や、おいだけだ R1 とシュートで高精度シュート打てるぞ、はるか80年前に俺そのコメント聞いて、思い切って打ってきましたが、わずかに精度を欠く、高精度シュートやってたのに、横にそれたんですね、ただ入ってもおかしくないシュートでした、よいしょよいしょよいしょ、宇佐美のパスがカットされました、なんで高精度シュート上がんの、もう80年間誰も教えてくれなかった、よし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 、通っていれば危ない場面でした、試合を止めていた分アディショナルタイムが1分追加されます、よっしゃ、あーあー高精度は威力が弱い、マジかよ、高精度シュートが正義や、教えられて俺は、
1点のリードでハーフタイムを迎えます。なあ、そもそもこのゲーム始めたの2022年やからまだ100年経ってないんやで。嘘やん。じゃあなんでビッグ武田がこれうちのチーム入ってんの。これ国が間違えて送ってきてるだけちゃうか。これ後半のこれおい、これビッグ武田、こいつアイルランドがリードしています。勝手にうちのチーム入ってきただけじゃんか。これこのパスはダメでした、通りません。なあこいつ、そしらの顔で。ドリブルでボールを前へ。え、もしかして危ない場面でしたがカットしました。オフサイドです。オフサイドか。決定的でした。不正入団じゃんか。国に聞かな、これどうする。国に聞いて誰ですかそれって言われたら。ロビンソン、サイドを攻め上がります。どう見ても日本人だな。キモすぎるやろこいつ。じゃあ入りました。入りました。試合はまだ。キモすぎるやろ。さらに点差が開いてしまいました。何がビッグだけだよね。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。おい、よう考えたら100年経ってないやんけ。ベックベックベック、弱いね。確かに74って普通の選手やんけ。ただのファルファン。いいよ。ここはクロスのチャンス。うわあ、返せよ俺のボールやぞそれ。危険な位置で圧力を受けます。いや、タッチラインを割りました。よしよしよし、スローインです。クロスがゴール前。おい、もうベック、ベック何もしてくれへん。こいつ背高いだけでボールを持てません。つまりリードしているので守備的になっているということでしょうね。清見でカウンターに出ればさらに追加点を上げられるかもしれません。よしよし、ファルファン。あー違うな、ファルファンもうちょっと強くやな。弱いな、これさ。 R1 と三角でも強いスルーパス出せるんかな。ロビンソン、パスの先には味方が走っていました。守れ守れ守れ。得点のチャンス。うまい、それはうまい。危ない。流し込めば決まる距離でしたが一体どうしたんでしょうか。判断は良かったと思いますが、ひどいシュートミスになってしまいましたね。しっかり守ろう。しっかり武田とベックの位置変えよう。変えた方がいいか。ほいほい、シュセジョン、シュセジョン。おっと、インターセプトです。ロビンソン、何かしてきそうですか。いいよ、よく見ていました。なぜかシュートが入りません。オッケーオッケー、そっちじゃないからな、打つのは。このシュートは入ったと思いました。逆に打ってほしいけどな。ドキッとしましたね。ショートコーナーだ。ボールがラインを割ってゴールキックです。実況していてもこの選手のロビンソン、ディフェンダー永瀬。こう見ると素晴らしいですね。武田のプレースタイルにベックは合ってないな。ちょっとこれベック話し合い必要やな、これな。不正入団の疑いがかかってるベックに。あいつサイドから攻め上がっていきます。行くぞベック、上げるぞ。ファーサイドを狙ったクロス。くっそー、このボールはキーパーにキャッチされました。じゃあ正式には2122年やねんな。そうや、よう考えたら100年に1回やねんから。ドリブルで進みます。いいクロスが中に入った。おい、うまい。足口がしっかり止めました。ファルファン使ってて分かるけど足が速いのは大事。いや、ほんまにそう、ファルファンマジで使いやすい。足が速いってのはほんまに素晴らしい。足が速いといえばボルトって、あれなんかサッカーやってたやん。
あえてどこのリーグでやってたの？プレミアリーグとかでやってたの？なわけないな。活躍したんかな？世界最速の男。オッケー。違うな、もうちょっとやな。やってない。やってないんや。なや。プロではやってなかったんか。相手に渡ります。ここでカット。よいしょ。どこまでドリブルするのでしょうか。出た。どうしたんでしょうか。ボールを外に出してしまいました。下手なのに年俸奥要求されて断れた。あ、そうなんや。やっぱそんな上手くなかったんや。プロレベルでやってことやな。よし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 。そのさ、それなんなんやろ。俺と選手の意思疎通が取れてない。時折わけわからん気の抜けたパス出しやがる。あれ、何あれ。それで相手に取られんねん。どう？オッケー。よしよし。痛い。このタックルはファールを取られます。オッケー、ファール。おそらくイエローでしょう。警告が出るようです。ここで1枚もらうのは痛いですね。前に運んでいます。ここは中央の選手にクロス。ああ、今なんで武田、なんでベック操作になってんね。ベック操作じゃないや、今の武田操作やろ。どう考えてもよ。激しい奪い合いです。今ヘディングでいけたんちゃうんか。ジョシュ・カレン、くそ、足早い。おっと、ここでパスカット。中断していた分の2分が、それやめよ。そう、わけのわからん。あれが出る。ボールを運んでいます。コナーフリハン。点差はあれやな。ちょっと追いつきましたね。7-0 とかの点差はなくなってきたな。さすがに。パスが通ります。よし。基本の動きではある。さすがにな。あとは、あとは、ちょっとシュートやな。まあ、守備ももちろんいるけど。選手たちもかなり苦しんでいたようです。2-0。試合にはなってはきているが、やっぱ1点2点は絶対取られるね。警告！以下のチームは大会で敗退しました。くそー。まあまあまあ、でも、1試合を引き分けて、2点取って、2106年、ラストや。今日ラストや。今日12時までやね。もう今日最後の試合。ちょ、ガチで、ちょ、ガチで行こう。ああ、おい、とんでもないことになってしまった。皆さん、どうしよう。今年が全部潰れるかもしれへん。俺は甘い考えを、考えが甘かったのかもしれん。ワールドカップ。よし。よし。ないの、ワールドクラス。違う違う違う。それ言うじゃない。トゥ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 。ガンバ大阪、ギリシャ、デンマーク、ブラジル、終わりですかね。いや、終わらん。いける。いけるぞ。ちょ、マジで行こう。どうする？フォーメーションどれが良かった？今の良かったな。でも、悪くなかったやんな。何だっけ ?424 やっけ？違うわ。521?523? 違う。343? 違う。424? 違う。442か。442やな。ホールディングとフラットってこれどう違うんだこれ。わからへんな。ベックトップにしてや。ベックトップにする？
541？ もうベックトップにするかも。541で、ベックトップにするか。541ベックトップ、武田、どこにする？武田、右か？左か？右の方がいいか？俺右から、よう攻撃するし。で、宇佐美左。あ、これがいいんかもな。再度武田と宇佐美で駆け上がって、ベックに渡してベックがドーン。これがいいんかもしれん。ここは、メシノに任そうかも。メシノはあかんか。メシノは宇佐美の交代やな。誰で行こう。これが、藤原、高尾。ベックを生かす、立たせる。そんな戦法で、戦術で行こう。ビッグ、宇佐美、樹勢、メシの、武田。オッケー。これで行こう。シャドウストライカー言われる2列目も早いの入れたいけど。じゃあ、ここ。シルバーで行こう。シルバー、まあ、割と早い。84ある。よし、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 よし。よし、よし、よし、よし。よし、よし、よし、よし。行くぞー！誰とや？デンマークや。勝つ。ラストです。もしこれで優勝したらどうするで？あるけどな。私たちの眼下には鮮やかな緑のピッチが広がっています。サムネが全員武田になる日も違う。大勢のサポーターで埋め尽くされました。ほんまや。今日は一日やばいって。サッカースタジアムからお届けします。全部武田になる可能性がある。今日の会場はパナソニックスタジアム吹田です。晴天に恵まれ絶好のコンディションの中での試合となりました。解説はおなじみ福西崇史さんをお迎えしました。おなじみすぎる。グループステージのこの一戦、福西さん。スタジアムはすでにこの熱気ですね。今日も激しいぶつかり合いになりそうです。グループステージを勝ち抜くにはここも大事な一戦になりましたね。白熱した試合を期待しましょう。一回下げよう。はい、オッケー。ボール取った。オッケー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 。で、基本は武田でベックにあれやね。そうなんです、そうなんです、そうなんです。中の選手へ。ピンチでしたが、今のはどうしてよかったんや。上げたは上げたけど、前に選手がおったから今のはもう武田で行くべきやったんか。勉強。マークを振り切った。いいボールを送りたい。エリクセンへ。よし。東口がセーブ。打ってもよかった。自分で。今のはもう自分で打ってよかった。オッケー、了解。形は良かったな。今の形やな、ほんま。よいしょ。庄司源。よいしょ。相手陣内でインターセプト。ああ、取られた。エリクセン。しっかりしっかり。エリクセンにリターン。しっかりしっかりしっかり。もう、もう、まあ、ええわ、1点ぐらいいける。キックオフから試合再開。この数字でめっちゃサッカー詳しなったんじゃん。いや、マジでめっちゃ詳しなったで。ほんまに。ベルギーだの、なんだの、イニシエーション、何だっけ、名前忘れたけども、イタリアのな、パルファン。この形ね。これは、あー、取らんか。ルカクね。ユスフ・ポールセン。ダムスゴへ。ここはよくスペースが見えていました。オッケー。キーパーのダイビングセーブ、ギリギリで止めました。短くパス、ルカク、インシニエシェ、インシニシェ、インシエシェ、覚えにくいな。ルカク、インシニシェ、ムバッペ、ラスムスニッセ、あの人、オランダのでかい人、アサオの、ダニエルバス、
バロンドールに選ばれてもおかしくないっていう。これはクリアしきれていません。ディフェンスやのに。相手のチャンスとなるか。ディフェンスで選ばれるってどういうことな？サッカーで得点決める決めない以外のあれなくない？指標的なさ、あんのもう今は俺が知らんだけで。ホールドポイント的な中継ぎの野球で言う。あ、くそ。ナイスタックル。ボールを取り返しました。ダムスゴー。ダムスゴー。おい。入った。あるで、ドリブル阻止率とかあんねや。スーパーゴールが決まりました。それでわかるんか。よいしょ。よいしょ。よいしょ。ヘイヘイ、そう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 。いや、攻撃の形は作れてる。攻撃の形はマジで作れてる。ファーの選手を狙った。これは相手がブロック。攻撃の形は作れてんねん。これやねん。マジで。あわやという場面でしたが、これでひとまず安心です。問題はやな。決定力やな。ダムスゴエリクセンに渡った。ディフェンスは下がりながら、基本にディフェンスは下がりながらな。オッケーオッケー、そう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 、そう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 。ファルファン、ファルファン、この形やろ。ファルファンに渡して、まずは1点返して。今のは惜しいコースでしたね。なんとか1点返したい状況で積極的に打ってきます。くわー、1点差にできれば相手もプレッシャーを。まあいいよ、そのチャレンジ。チャレンジ見るとアウェーチームのボールの支配率が低いですね。チャレンジチャレンジ、ボールはリードしているので無理にボールを取りに行っていないようですね。しっかり守れているなら特に気にする必要はないでしょう。笛が吹かれました。オフサイドです。可能性は感じるな。ファルファン。いや、ファルファン。ボールがこぼれました。やっぱファルファンや。ファルファン起点や。このチームはすべて。ラーセン。エリクセンへ。後ろ守備、後ろ守備、後ろで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 守備。後ろで守備。エリクセンにチャンスです。オッケーオッケーオッケー。止めました。キーパーがゴールを死守します。ベッグボールじゃ、ベッグ全然、ベッグ全然強さがわからん。マジで決定力90とかで結構強いのに。守備側の選手に当たったのでコーナーキックになります。このコーナーは手前の相手に当たりました。カウンターのチャンス。おっしゃ、ここ決めたい。おっと、これはいいぞ。あー、トマーチンギー、お前取り返す。今お前やろ、早すぎたか。今の感じやんな。 CPU がよくする。あそこでワンツーでボーン。クリスチャン・ノアゴール。足が遅いわ。見事なスルーパス。エリクセン。オッケー。キーパーの好判断です。ゴールを許しません。今のよかった。今の最高よな。今のでオフサイドを取ったようです。あれ、ボールに追いつけてたら入ってたよな。よいしょ。アディショナルタイムが1分追加されました。ベック。おっと、インターセプトしました。おい、この8番。前半が終了しました。スコアは2対0。お前、こいつ誰やねん。もうダメだ。エリクセンが実力通り。ベックなんやねんこいつ。絶対ベック。後半のキックオフ、今度はガンバ大阪ボールです。補強にならんかな。まあでもこれまだあれやから、100年勝手に入ってきた選手やからな。本来2122年が100年周期で、国から新しい選手が補強されるあれやから、ベックこいつ勝手に入ってきてん。どう考えても日本人ちゃうしな。
普通に考えて。怖い。タックルでプレーを切りました。絶対こいつボール取ろうとするやん、ほんで。すごいね。ほっ。宇佐美貴史。ほっ。OK! ベック。おい、ベック、自分で決めろ。くそ。組み立ては良かったんですが。ベックのミドルシュートみたいわ、ほんま。威力だけは絶対あると思うね。どこに蹴ってんねん、お前も。十分で決めてくれんかな。クリスチャン・エリクセン。エリクセン。ラブリーに決めてきました。うわ、ラブリーに決めてきた。ロブパスの先に言われて、そんな。いい形になりそうです。マイナスのクロスを入れた。ラブリーに決めてくれ、ベックも。チャンスにできるか。シュートを通さない。プレスが効いています。前でボールを取り返しました。ラブリーに。エリクセン。よし。前方に運びました。いい位置で奪った。よっしゃよっしゃ。止めたが抑えられない。オッケーオッケー。さあどうなる。PK です。なんで PK やねん。意味わからん。これは痛いですね。もう、まあ、A はゴール入ってたから。デンマーク選手。ゴール入ってたから A はもう。いやー、やったやったー。取り返しました。外れた外れた。デンマーク仕掛けてきますか。今のはゴール扱いされてもおかしくない。クリスチャン・エリクセン、素晴らしいスルーパス。くそ、ゴール。これで3点差、さらにリードを広げます。うそー。ドリブルで前に運びます。これは思い切った。蹴れよ。体幹でかいねんから。レフリーの判定。なんでこいつこんなでかいのにペラペラやねん。もういいとこ一個もない。抗議はほどほどにした方がいいでしょう。いいとこが一個もない。もうアンデルセン、ボールを守っています。オッケー。相手の選手に当たったようですね。オッケー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 。コーナーキックになります。いい感じで攻めていましたが、でいでいで、残念。オフサイド。オフサイドね。よし、ベックのミドルを見せてくれ。ベックのミドル見たいよな。俺も見たい。主将の魂のシュート。ベック魂のシュート。ボールを取り返します。ダニエル・バス。今日の勝率どんなもんですか。ちょっと今何戦やろ。エリクセンへ。合計で何戦してんねや、この3日間。ボールをクリアします。とりあえず10時間以上やって、鋭いシュートは2回しか勝ってない。それていきました。強く打った分だけ精度を欠いていましたね。のはわかる。ただ狙いは良かったと思います。一勝はしたで。組織がしっかり機能していますよね。しっかりボールをつないで決定機を作り確実に決める。まだあと何点か。今日一勝した。昼間一勝したよ。スウェーデンかな、どっかに勝ったわ。相手にボールが渡りました。日本サッカー界暗黒期続いてますね。これでもいつか晴れるからね。止まない雨はないから大丈夫。信じよう。ガンバ大阪を信じよう。来るです。ボールがこぼれている。エリクセンのスルーパス。ほら、オッケー。ゴールにつながるプレーとはなりません。オッケー、オッケー。何かしてきそうです。そうだ、行くぞ。おら、くそー。ギリギリで止めた。それよな、それよな。でもええよ、全然ええよ。ボールはゴール前へ。あ、惜しい。このコーナーはキーパーが軽く抑えました。
ピエール・エミール・シュート力高いんちゃうんか。シュート力高いで、こいつ多分。失いません、このまま行けば勝利しますが、落ち着いています。いいところにパスを通しました。やば、よく見ていましたね。視野の広さが伺えます。よし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 、オッケー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 です。シュッ、ほい、駐車場、ほい、藤原ひろき、ベック、ベック行くか。ボールを運んでいます。宇佐美隆。オフサイド、マジで。どこでオフサイドや。64試合で2勝。嘘やろ。ここからどうするのか。日本。ダムスゴーへ。味方がサポートに来ます。日本。やばな、でも。ディフェンスボールを奪います。やればやるほどこの FIFA が楽しいんだけど。これで勝ち始めたら俺どうなるのこれ。もしかしたら、野球ゲームよりサッカーゲームの方が好きになるかもしれない。ファルファン。今までかたくなにやってこなかった。体をうまく使います。ボールを取った。よいしょ。スコフオレセン。くそ、待て。よーしよしよし。よーし。アディショナルタイムが2分増やされましたね。コーナーキックが続きます。ボールを近くの味方へ。マイナスのクロスです。おら！ディフェンダーがクリア。なめんなディフェンス努力を。ゴールライン上でしたね。はい。これはチームを救ったプレーです。インプレー、インプレー。ここでホイッスル。まあ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 。いや、点差はね、ほんまマジで。なあ。3点以内ではあんねん。ただよ。な、得点が取れへんようになってきてるな。ブラジル。ああ、負け。今何時？もう12時か。もう無理か。オッケー。明日もやるからな。諦めたと思うなよ。2110年な。ほんまに。マジで。マジで、舐めるなよ。明日6時からやろうかな。まあ、ええわ。お疲れ様でした。ちょっとよかったら、あれ、なんか送ってきてください。これ見た方がええで、みたいな。FIFA の。上手くなる人のあれ。さよなら。